どうも皆さんこんばんは、ガキオでございます。さあ今日はですね、制作生配信をやっていきたいと思います。前回はバクーが1ヶ月前に行われたやつですね。はい、今宵はねちょっと HGUC に行きたいと思います。当初の予定だとね、アバターフミナ行こうかなと思っていたんですが、なんかこう X のアンケートを取ったらHGUC が一番多かったんで、まあ一旦戻ってもいいかなと思いまして、そっちに行こうと思いました。なので、今日は、こいつだ !HGUC のダブゼ行きましょう。来月4月にね、まあ、再販が来るということで、まあ HGUC つってもね、めちゃくちゃたくさんあるんでね、どれにしようか悩みました。小1時間悩みました。で、結局これに行き着いたということで、はい。まあ、いろいろ突っ込みどころあるでしょ、皆さんね。はい。今夜もお付き合いください。よろしくお願いします。音大丈夫ですか？うるさくない？大丈夫？はい、水木さんおばんです。豊原さんこんばんはです。はい、ケンケンさんどうも。ガキオさんのレビューに背中を押され、MGEX のストグリ完成しております。いいですね。はい。ヒーローズもいいですね。前田さんこんばんは。ハウガさんこんばんは。EX フェイトさん、不眠なパイセンが確定したもんだと勘違いしてフライングして作業を始めてました。あのね、すんげえギリギリまで悩んだの。パイセンか SD かぐらいで一回こう揺れてて、まあアンケート取ってみっかっつって、俺てっきりね、なんだかんだビルドが多くなってパイセンに行くか、まあシード系を続けるかかなと思ってたの。まさか普通に HGUC 戻るとは思わなかったんだよな。まあでもちょうどいいっす。まあまあごめんね、だから並走できるかなって思ってた方もいらっしゃったと思うんですけども、ごめんなさい。ちょっと今日は一旦ダブゼ行かせてください。はい、 HG ヒロさんこんばんは。原さんおまんです。はい、そうなの、前田さん。また難儀なやつに手を出しました。難儀なやつですよ。天川さんこんばんは。ギースさんこんばんは。Cさんどうも。GBさんどうもです。はい、今日あったかかったね。何度まで上がった皆さんの周り。ライハさんこんばんは。プラモ太郎さんどうもです。この今日さんどうも。ZZ ガンダム。そういう風にね、読んでた時期もあったかもしれません、子供の頃は。ヨシヒロトさんこんばんは。ケイヌさんこんばんはです。山猫デニさんどうも。エマレジさんはイモジャ。ラシオさんどうも、ヤスさんどうもです。はい。モスコさん、僕はちょうど組むものがないので、MGX のポージングいじりながら聞いております。はい。シマエナガさん、ティラミス仮面さん、カルディナさん、ヒロフミさんどうもです。フムさんどうも、おばんでございます。なんかね、成功したみたいでよかったです、オナガはね。よかったよかった。ヨシカさんこんばんはです。トシヒコさんおざっす。そうそうそう。あのね、ダブルゼータ童貞だったんだけど、トライオンでは捨ててる。うん、まあ、トライオンをダブルゼータと捉えていいのかって、まあでも、あれダブルゼータだな。トライオンはほぼダブゼ。うん。システムはダブゼだからね、あれね。はい。アルファさんどうもです。はい。あとは、エクシードギャラクシー作ってて、ワダハマさんこんばんは。ね。左手のビームサは、まあ最悪そのトライオンから持ってくる。うん。ね。はい。ネオスさんこんばんは。あ、そうだね。これでガンダムチーム揃うね。うん。マサさんどうも G コンペに向けて ASD ストライクの追い込みをしながら聞いております。一応、締め切りが明日までなんだけど、あのね、一応今、なんだろう、前にもさらっと言ったんだけど、G コンペね、今ガンダムシード祭りだっつって、皆さんのシードキット募集中っつって今やってるんですけど、実際動画を作るのが、4月中に作る感じなので、ちょっとこぼれてもいいっすよ、別に。その、31までできなかった。で、4月1日だとか4月2日とか、まあ1週目ぐらいに送ってもらえれば、僕1週目、あれなんですよ、事務所ライブとかって多分絶対動画作れないんで、作れてもその次の週なんですよ。次の週に、動画作り始めるんで、でどっちにしろその編集云々で4月末なんですよ。うん。なんで、もうちょっと過ぎてもいいですよ、全然全然。ちゃんとなんだ、満足のいくね、あれで送っていただければと思います。今でも、今の時点で、50いってんのかな？いってないかもしんない。3、40名です、今実際、参加されてる方。もう結構集まってきたね。ほんとね、いろんなシードキット来ました。面白いです、今回も。なかなかね、僕もニヤニヤしちゃって。これは、今までね、いつも送ってくださってる方もそうですし、あ、こういうパターンで来たんだ、なんてのもあってね、なかなか面白いですね。楽しみにしててね。はい。ね。指南獣作ってて。はい、アームズブラックさんどうもです。柴山さんこんばんはです。はい。そう、ダブズはね、味わい深いよね。まあ、いろいろ言いたいこともあんだ。うん。ゆきたゆきさんこんばんはです。ね。みなずきさんどうもです。はい。世界の医者さんどうもです。はい。ね、トライオンはね、いやまあ、この子の弱点をそのままトライオンもね、持ってるっていう。うん。いいんだけども。ケンさんこんばんは。まあ、やすさんいいですよ。ゆっくり休みながら見ててください。
ね、こいつにつけれるフラーマーパーツを出してほしい。小雪堂さんこんばんは。ガキオさんの喋りが聞けてプラモが作れる。こんなに嬉しいことはない。ありがとうございます。はい、ね。ライハさん、そういえばトライオーまだ積んでるし、ダブルゼータ持ってないから、俺ダブルゼータ童貞だ。ダブルゼータはね、4月にね、再販来ますんで。うん。トライオーはね、左のね、ビムさんの持ち手がちゃんとついてくるの。でも手ってはね、あれで青いんだよ。うん。塗装は必要だけどね。はい。全然大丈夫っす。はい。ね、エアマスターバーストは先週の話。はい。エアマスターバーストは先週の話です。うん、一瞬悩んだけどね、一撃さんね。一瞬悩んだんだけど、マウンテンサイクルにあんのよ。ダンボールの奥底にあんのよ、エアマスターは。さすがにね、持ってこれなかった。ルーリッツさんどうもです。リオさん。はい。シババンさん。そうね。なかなかダブゼもね、ずっとあるときあるんだけど、ないときないんだよね、この子ね。うん。そうそうそう。ね。はい。うちの伊藤ちゃんはね、これ、Z ガンダムっていう。ひかえもんさんこんばんはです。シュウさんどうも。ね、自分は HD に取りだめたアニメの整理しながら聞いております。ありがとうございます。ヨーサさんこんばんはです。はい、DMM の再販、ガキオさんおすすめの橋丸買いました。よかったですね。はい、口より手を動かしてください。まず一回読むわ。ちょっと待って、またあれで乾杯してないんだからね。はい。トライオン持ってないんですよね。なぜかドライオンはあるんですけど、そっち持ってるか。いいですね。ゲルググメナースね、今日さん僕も完成しました。で、今日動画の、撮影も終わったので、まあ、ぼちぼち編集して、月曜日ぐらいに出せればなと。まあ、でもなんか月曜日ね、見たみんな、プレ版でバーンレポース来るってよ。しかも、オペレーションガリアレストバージョンのアレンジ聞いたやつで、ちょっと楽しみだよね。これ、ハイドラグリープ、ここ数年で来るね。まあ、あと、レオスとレオールも欲しいんだけど。うん。プロトタイプっていうか、スコーピオ出してほしいな。スコーピオからのプロトタイプスコーピオね。あれ、プロトタイプスコーピオって白いんだっけ？楽しみだね。だからね、なんか、この辺が4月、俺言ってたじゃん、この間。4月に入ったら、なんかその斜め上のプレイ版の新キット来るよね、大体、なんつってさ。前回その G ラインがうんぬんだとか、わ、ここ来たかーみたいなのが最近毎月あるから、まあ、4月のやつなんだろうなと思ってたら、多分バーンレポスなのかななんていうふうに思ってるけどね。どうなんだろう実際。いつ来るんだろう芝作ろうかな瞑想中。いろいろあるけど。富岡さん、こんにちは。ケンさん、今日よく行く模型店に7月以降の予約をしに行きましたが、もうすでに4月以降は種類が多い分、一週あたりの入荷量が激渋になるのがほぼ確定みたいです。そうなの。皆さん、お気づきですか？お気づきというか、僕、特に昨日ポストはしなかったんですが、DMM 予約はもう始まっておりました。昨日の1時から、7月から9月の新商品の、予約がスタートしましてですね、ガキ用はほぼキャン待ちです。はい。ガキオがちゃんと変えたのは SD の、レジェンド BB のスペドラとビクトリーです。はい。なぜか SD は2体変えたというね。あとは基本、僕は全部キャン待ちにぶち込みました。はい。ね、そうなの。あ、ジェフティ届いた今日。ビセタノートさんこんばんはです。佐藤カムズマさんどうもです。さあ、バンレポス楽しみですね。ドブネコさんどうもです。シンゴリさんどうも。はい。みんな言うね、バンプレイオスね。バンプレイオスも出てるからね。DMM ね、俺も全部ダメだったんで、とりあえずキャンマチ入れといて、まあ、あとは金物屋さんだったりいろんなところ行ってみようと思います。はい、ドライオン黒一色ですよ。ドライオン僕も作りました。はい。どうなのよ。ね。くるくるおじさんクラブさんどうもです。こんばんは。アーマードコア6プラも予約できました。よかったですね。ハッピーハッピーハッピーじゃないですか。猫ミーム。ゲルググメナス全部切り出したけど、プルタインガンダム組んでだいぶ体力減ってきたから寝ながら聞こうかな。あ、プルタインも行ってたんですね。ハウガさん。ちょっと一回乾杯するか。ハワさん見て。使わせてもらってるよ。見てください。もらったんよ。このさ、これ見て。ちょっと、ごめんね、一回ちょっと置けるね。このさ、スタバじゃないの。キリコ！後ろ見て。キリコが飲むウドのコーヒーは苦いって書いてあるのこれ最高だよね皆さん。あ、ごめんそれだけなんだけどさ皆さんも乾杯しましょう。いいですか。お酒でも何でも画業はウドのコーヒーで乾杯したいと思います。いいね。毎度制作生配信はウドのコーヒーで乾杯しましょう。じゃあ行きましょう。ジークジオン、ジークジオン、ジークジオンって言ってんのも銀河万丈さんっていうね。はい。脱線したね。ごめんごめん。でも暗いな今日もね。明かりつけてんだけどね。うん、つけてはいるんだよ。まあまあ、もうちょっとあと明るくはしまして今見るけどね。はい、ダブゼット。じゃあちょっとね、見ていきましょう。あ、コメントも読みながらいくよ。大丈夫、大丈夫。コメントもちゃんと読みながらいきますから大丈夫ですよ。はいはいはい。
ね、G ユニット年一なのかな、去年出なかったよね。実際、あの、バイエイトとメリクリス・シェーバン出たのって2022っすよね。うん。ね、そうそう、あれ漫画版なんですよ、シーサー。あれね、オペレーションガリアレストでもう一回あの、リデザインされてるやつなんで、あれはあれでかっこいいっすよ。うん。ね、イモジャ作りながら拝聴させていただきます。ね、バーンレピオス。名前間違ってる以外はすげえかっこいい新ガンダムでしたね。バーンレプオス。バーンブレインバーンとは違うんだ。カズさんどうもです。デカちゃんさんこんばんはです。あとは、いや、バーンレプオスね。前、アスクレプオスはね、カメラのバッテリーがなくなったっていう。スペドリアとかあった。うん。天空の翼はイケボーさん結構ね、昨日夜フリーダムの羽とかめっちゃ復活してたよね。夕方だっけか。復活したんでしょあれ。うん。そうなのよ。長澤さんどうもです。ね。そうね。当月のアマゾン祭りだね、カズさんね。だから、今言われてるのが、今月の4月、俺大体大沢たかおなんだけど、まあ、ジムカスタムとかね、ゲルググマリーネとかドムトローペンとかが来るから、まあ、欲しい人は、今月っていうか4月のね、再販はいろいろ、チェックしたいなっていうところあるんだけど、アマゾンがね、多分なんだけど、いつかな、4月入ってすぐだったりか、もしくは8日、いや、8日とかから再販が始まるから、俺の予想1日なんですよ。月曜日なんですよ。月曜日にアマゾン来るんですよね。感じ的に。確か午前10時とか、そんなんだった気がするんだけどね。アマゾン祭りね。その月の再販キットがアマゾンで予約開始されるっていう、特にね、何も告知とかがないんで。うん。そうそうそう。まあ、なんとなく予想してます。つむじがみつさんおばんです。プロトタイプグフすごいね。ね、よく行くリサイクルショップ、ちょっと俺もそこ行くわ。つむじがみつさん。俺も行く。いや、いいぜ、全然大丈夫っす。全然、ゆっくりでいいっすよ。ね、キズナさんこんばんはです。ね、エクステンデッドのガキ、いや、ガキっていう言い方するだよ。もう大人だからな、あの子ね。うん、当時見てたよ、CM。今流行ってんの。としひこさん、キャン待ちね、俺もね、3分の1ぐらいの確率で通る。通んない時もある。あ、でも4分の1くらいかな。バジリスク、絆の巻物ぐらいの確率では入るよ。うん。今皆さん心の中で入んねえじゃねえかっていう人も多分いたと思うんだけど。うん、バジ絆の巻物ぐらい4分の1、通常時4分の1ぐらいはあるかなとは思うけどね。状況によるな。うん。でも通んないよ。通んない時は通んないけど。通っとき通ってたな、俺やっぱり。ね、キャンマチね。皆さんどうですか？カレードスコープさんどうも。バイカスと尽きるないけど、いいっすね。はい。そうなの。七七さんこんばんはです。ウドのコーヒーは苦いっつってね。そう、ウドのコーヒーでいきますよ。ウドでいきます。ケンツーさんどうも。ね、そうそうそう。アワさんありがとうございます。ね、苦いやつ。ジークジョンありがとうございます。ねそう。キャンマチ意外と通るとき、うん、早ければ結構通ったりすんだよな。ね。俺、勢いで入れてた、GN ソード3付きのダブルオーライザーなぜか通っちゃったんだよな。俺さ、GN ソード3のダブルオーライザーなくてさ、トランザムバージョンあんのね。で、せっかくだから量子貯蔵タンク付きだったらさ、両方あるじゃない？つけるじゃん。だそっちがなかなか再販来ないから、あ、そういえば4月来るなぁ、ちょうど4月なんですよ。来るなぁなんて思ってて。で、DMM のキャンセルぶち込んでたら普通に入ったからね。そういうのもある。ね、ありがとうございます。あ、今日の飲むウドのコーヒーは苦い。フルーツポンチさんこんばんは。ね。しずきちさんどうも、ライザーさんどうもです。うわー。とりあえず読んだかな。よいしょ。なんか足しびれ。出て。リーミンさんどうも。昨日8月生産分のファイヤーバルキリー予約できて満足です。さあ。ね。あとは、そう、なんかね、昨日の夜ね、夜っていうか、夕方、デッテニーの羽もそうなんですけど、結構復活したんだよね。1時間もあった？わかんないけど。なんかそんな話だったよ。俺が X 見てた時は。うん。最近、ボンボンの漫画読んで、旧キット全部揃えてる G ユニット。プレイ版で変えたりするもんね。うん。今、バーンってついてるロバー、全部あれが頭についちまうよ。さあ。今週は何も変えんかった S さんなのよ、今さん。ね、石川さんこんばんはです。はい、キリコマンがいいですね。ありがとうございます。キリコ。ね、バンレポスね、時間かかりそうだけどな。アマゾンがする前の予約受付の2日か3日後のイメージある。いててててて。
イザックカスタムも来そうだね。ああ、それもあるな。だ、うん、バンレポーさんがどのタイミングで来るかわからんんだけど、ハイザックもあり得る。どこ来るんだろうね。ガーベラテトラも来るね。うん。そう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 。ヤマテックヤマテックさんどうもです。スミレのお供にお聞きします。ありがとうございます。アップルさんこんばんは。ジムスの2いいっすね。あら、ペンネームさんは初のインフルエンザ。熱どうですか？ね、どのくらいかわからないかはいいんだよ、それで。ね、あ、ナラティブキャンマチ取ってよかったっすね。ナラティブ今月だっけ？あ、4月だっけか。そうだよね。うん。そうなのよ。DMM ね、13時だったのよ。そうなの。俺もちょうどその時ね、無理だったな。いけなかった。ごめん、ごめん。ごめんってなんだ。キャンマチ X のディバイダー、バイカフ。バイカフだって。グスタフと一緒になっちゃった。グスタフカイラもあったね。うん。翔さん、こんばんは。んだ。キャンマチもね、飛んでるときは飛んねえよ。うん、飛んでるときは飛んない。早めに入れとくと、たまにこう気づいたねで、なんか急に届いたりするっていう、DM から。DMM から。うわーっつって。うん。そうそうそう。とりあえず、ぶち込んどいた、あの辺。俺がなんとなく狙ってた、あれ、俺間に合わなかったからさ。ブルーデスニー3号機とか、エグザムね。そんなところかな。どれんじゃ作っていくか。最初17分間ちょっとダベったけど。ダベさ、今日終わんねえと思う。うん。だからな、せめてトップ、今トップリムっていうとこだった。コアファイター作って、コアトップぐらいまで行きたい。コアトップぐらいまで行きたいよね。うん。そうそうそう、18時過ぎぐらいにプレバン在庫がね、たくさんあったみたいな。で、ストフリのね、翼はあったみたいな話だよ。うん。そう。前回、あれで爆完成させたのはすごいことよ。あれは。うん。そう。ね。タカさん、こんばんはです。今月宇宙世紀静かだったんで、私は落ち着いた3月でした。ね、ブルーデスにどう検索していいのか、いざとなって戸惑いました。うん、なんだ、アイニューブレイブもキャン待ちしたかな。うん、さあね。水谷さんは、ゼータの H 重視終わったら、ダブルゼータ系の H 重視も進めてやばね。そうなんだよ。とりあえず、ゼータ終わったら、ガルス J から行こうね。ガルス J、あれ、ガザ D、ガザの嵐からやって、で、画像を生む、うん。で、ズサはとりあえずもう出てからいいとして、バウはリバイブで欲しいけど、まあまあとりあえず無理でしょう。あと何？ん？ドワッチとか、ね、ロンメルのあたりとか、青の舞台とかはとりあえず一旦置いといて、そう、あとカプールと、うん。いいね、ワクワクしてきたね。ね、ワクワクしてきたね。そう、今日はね、コアファイター制作動画ですから。毎度毎度こんなんでしょ？みんなも慣れたでしょ？この制作配信は。ね。先ほど雑談をする。なんか今日も暗いよね。なんだ、イカれてやがるぜ。カットいるんだよね。いいか。今日も、ぬるりと、ぬるりといきますよ。見づらかったらごめんね。どれどれどれ、そんなにね、ランナー数が多い感じじゃないんだよね、この子はね。うん。ね。あ、ジャムルフィね。そうそう、ハンマハンマな。そう、順番的に言うとハンマハンマ。あるじゃじゃもう出てからね。今、俺、序盤から言ってた。序盤にから、ダブルゼータの、ちょっと話をしててね、今。うん。俺、シャーゲルもね、リョーゲルもね、あれなんだよ。買ったことねえんだよな。量産型ギャルググは専門学校の時の同級生の誕生日プレゼントで買ったことがあるんだけど、量産型ギャルググね。確かちょうどその時出たんだよな。そう。俺、ギャルググ組んだことあるのは、一番最初がマリーネ。で、次がシーマ。シーマのマリーネ。で、次が、もう、ここ、最近って言っても5年ぐらい前だけど、ジョニーゲル、プレバンで出たジョニーゲルと、あとは新松永のゲルググイエーガーだから、ノーマルのゲルググって組んだことねえんだよ。ゲゼゼたら楽しいけどな。うん。さ食い回せやって、数十年後にゲーマルク行く、この数十年がきちいな、でもねこさんな。はい。
ジュラック届きました。いいっすね。アッグガイ、ガザシーリバイブ、クイーンマンザ、ドアッチ欲しいね。うん。ちょっと今日はダブゼの話していこうと思うんだけど、どう？いい？今日ダブゼの話でもいい？俺ダブゼ見てねっていう人もいる？ごめん。ちょっと今日ダブゼの話したいな。みんなのダブゼはどこから？今の意味わかんねえな。みんなのダブゼの思い出聞かせてよ。ちなみにこの子ビームさんがね、ちゃんと MG 並みのね、でっかいやつついてくるんで。みんなのさ、これ結構多いね。で、これ ABS っすね。この子懐かしいね。2010年は ABS っすね、やっぱね。このバックパックね。で、この白いランナーなんですけど、これ白じゃないんだよね。若干なんだろう、ダブゼは。あれ、ジムっぽい感じの、ちょっと緑入ってるの分かります？ちょっとだけね、薄いグリーンが入ってる。この角度だったら分かるかな？ね。この色なんだよね。で、赤と、この子はね、色分けは優秀なん。うん。見てください。この子ね、すごいでしょ。ランナーね、見てください。色分けはね、優秀なんですよ。本当に。で、シールがこんなもんなんですけど、ダブズはね、まあまあ、ごめんなさいね、トライオンから入ってるあれなんで、色分けはすごくいいの。あと、ちゃんと分離、合体できるよ。ぶっちゃけ以上です。はい。あのね、ダブゼ動くっていう概念じゃねえもんな、ダブゼはな。そうだよね、ダブゼって動くとかじゃないもんね、もうね。うん、そう。リゲルグはジョニーゲルベルテックス実質いるんだっけ。リゲルグのパーツを流用してんだね、あのウェルテックスはね。ティチさんおばんです。ドム R35 いいっすね。トーリスリッターのナックルバスター遊んでた時にね、俺絶対画像部来んなかなと思ったのに画像も来なかったんで、皆さん当時の俺のトーリスリッターのレビュー動画見てください。俺当時から言ってっからね、これ画像も来んじゃねえっつって、うん、そっから4年経ったけど来てねえから、ハンマーカンマーじゃねえんだけどな。じゃあ青いゲルググ空張りで出さやめて、したらもう結局リバイブしてくれた方が早いじゃねえかっつってね。目指すも出来上がった。うん、あとはね、動画編集しますんでお待ちください。月曜日ぐらいに出したらいいかなと思ってます。YTSG さんこんばんはです。ガザール、ガゼールプレイ版で出たのに守るべきゲーマル君がいない。本当だよね、ロイヤルガードっつって。しおさんどうもです。あ、ドーベンな。ドーベン再販ないね。今回なかったっけ？ないよね。うん。ね、今日ダブゼの話っつって。スケディさん、ガルス J を今ね、ガルス J 欲しいよね。うん。ガルス J をハッチ開けねえで行くんだよ。あ、メガライダー欲しい。うん。ソーシババンさん、この柔道が乗って無双する百式ね。この回の話、1年前ぐらいにこの G ラジオでしなかった？その時、唯一、柔道が乗ったその前ね、ビーチャーがダブゼに乗ってちょっと出撃しちゃうっていう回があるんだけど、柔道が百式で空中戦をするんだ。その時にちゃんとライフルをサーベルモードにして使う瞬間があるの。百式が右手でライフル、左手にビームサーベル持って二刀流みたくすんのよ。それが超かっけえの。見てこの話ちょうど1年ぐらい前にしなかった？これスパロボ EX からね、あなたのダブゼ、あなたのザブゼに狙いを決めて。どっからでした？僕はスパロボ第4次だな。第4次だったな。この星の明日のためのつって。それこそリアタイからです。第2次スパロボ、最初だね。うん。そう、なんかさ、そのダブゼってさ、そのやっぱ冒頭のその、まあ、コミカルな感じ、そのゼータから全然こう色が変わって、毛色が変わってね。プレリュードがあってさ、まあ、いろいろ言われてたけど、この最初の確かに何話かはちょっとなんかその当時のね、当時の80年代のちょっとコミカルなアニメっぽい展開をしてるんだけども、まあ徐々にね、その柔道がさ、そのちゃんとマシュマロと戦ってさ、ダブルゼータを受領してとか、そのルーが来てとか、いろいろ下りがあるじゃないですか。あのあたりなんてもう普通に結構序盤じゃないですか。あそこでもう面白いからね。なんならもう俺はコミカルなとこも全然好きなんだけど、うん、で地球に降りたらもう最高じゃないですか。地球面白いよね。うん、
ダブゼは放送当時、これはガンダムじゃないと宇宙世紀2期から叩かれてたな。あれちょ、だってゼータもでしょ、うん、そんなもんよ。多分その2期はもういないと思う。その2期は多分今ガンダム見てないでしょ。ダブルゼータガンダムじゃない2期はさ。何それっつって。あとメガネで欲しいね。ドベウルフね、なかなかないね。みんなどっち欲しいの？ドーベンさ、変えるってなったらさ、緑とあのユニコーンだったらどっち欲しいの？やっぱ緑欲しいもん？ね。アニメじゃないもん、いい曲だよ。うん。やっぱね、スパロボの記憶あるね。幸運かけてね、マサさんね。そうそうそう。うん、コメディーも俺、あれ全然好きだよ、あの感じね。うん。あの、なんつうの？柔道を率いるさ、ジャンク屋のさ、ジャンク屋じゃない、ジャンク屋はローギュールが出てきちゃうんだけど、シャングリラチームのさ、あの BGM がやっぱいいよね。てててててーのやつだ。あれやっぱ俺好きだよ。なんか、あ、ダブルゼータ見てんなーって感じになるよね。うん。あ、スパロボエ懐かしいな、佐藤和真さんね。ね、ガンダムクイズってやってたね。あの、クワトロがちょっとギャグキャラやるっていう。ね、ブレイドなどに響きを見るようなもん。響きは結構あれシリアス寄りだもんね。ダブルゼータ全部見ました。うん。面白かったよ。面白かったよね。そうそうそう。この子はね、そう、弱点としては稼働が結構うんちょうぶうんちなんですよ。はい、キングダムうんちで、造形すごいいいし、色分けもいいし、分離も合体も全然できるし、すげえかっこいいんだけど、あのね、もう、ここ見て見て見て。もうね、ここ。ライフルをね、まっすぐ構えられねえのよ。こう構えてるように見えるじゃないですか。構えてるように見えるんだけど、この肩の部分ね、これ折りたたんでんのよ、ここ。ダーブゼはね、腕が上がんないのよ、この上に。この肩干渉。まあ、MG とかもそうなんだけどね、この子は特に、動かすって感じじゃねえのさ。で、左手の平手がないから、ビムさんを持たせられねえって、平手っていうか、ビムさんのハンドパーツがないから、こっちにせっかくライフル持ってんのに、サーベルを同時に持たせらんないと。よくね、柔道が戦ってる、そのポーズができない。っていうのが、ま、いろいろあるよ。ほんとそんだけ。あとはいいよ。あとは個人的に、この、ほぼほぼ設定通りのやっぱ色分けしておりますんで。僕は杉なんだ、ダブゼは。昔の HG なんてよく遊んだもんです。みんな昔の HG いじったことある？最初のダブゼ。あ、グフになってとこなかったね。うん。そうね。お番です。あ、色付きさんどうもです。スタービルドストライク、プラフスキーウィングを組みながらリスニングです。どうもです。はい。シスルムディアスはカタクナに再販来ないね。まあ、そこまで前も言ったけど、シスルムディアス超欲しいかっつったら別に欲しくねえんだけど。うん。したよね、この話ね。ガンダムモーション話は俺いっぱいするからね。このシーンのここのモーションがさ、みたいな話はどんどんするからね、俺。よっしゃ、頑張ってコアファイターを完成させるぞ。もう目標がコアファイターを作りになってからね、今ね、完全に。よくない。やっぱ、あ、クリアパーツじゃねえんだ、キャノピーは。黒いんだね。ああ、そうだ。うん、ドライゼンの回ね、うん、覚えてました、ね、その動画見た後本編見直しました。ありがとうございます、うん、組んでる組んでねえな頑張ってコアファイター完成させよう。今日コアファイターを完成させて寝るんや。いいや、さっきコアトップっつったのにね。2時間ぐらい頑張るよ。頑張るよ。2時間は頑張ろうか。頑張ってな。どうやん。これ買わないと。ドーベンのゲリラ販売は去年の1月。なんでドーベンってあんな人気なんだろうね。いや、すげえかっけえなって思うけど。
だ、なんかすげえ人気あるよね、やっぱね。あれって何なんだろう、この現象。あの、なんていうの、決してかっこ悪くないって思ってるわけじゃないけども、なんで人気かわかんないやつってない？例えばさ、すげえわかるよ、あの、自分ではかっこいいなと思ってるけど、なんかわかんないけどみんな言ってるよねってのあるじゃん。例えばガキオンが好きなのはトールギスね。すげえ好きなんですよ、僕トールギス。すごい好きだし、かっけえなって思うんだけども、なんかわかんないけどみんな好きで、でトールギス嫌いって言ってる人なかなか見たことなくて、トールギスあんま好きじゃねえなっていう人あんま見たことなくて、まあいるんだけどね、いるんだろうけど。とかケンプファーとかさ、ケンプファー、トールギス、グフカスタムとかさ、わかる？すげえかっこいいし、俺も超好きなんだけど、なんかわかんねえけどみんな好きだよねっていうのは何なんだろうね。やっぱ劇中の活躍とかなのかな？何なんだろう。でさ、ドーベンウルフもさ、実質すげえ活躍したわけじゃないし、結局フルボッコになってね、マシュマロとは相打ちになるし、あの、柔道にはやられてるけど、なんでかわかんねえけど、ドーベンウルフってすげえ人気じゃん？まあ、かっこいいな、かっこいいなとは思うんだけども。何なんだろうね。この、何なんだろうね。そういうのってない？やっぱ緑か。だから、マサさんこんばんは。マサ927さんどうも。今、ダブルゼータ見てますが、びっくりしたのは、第1話がゼータの総集編と、キャラ数がアーガムに長時間保留になっていたことですね。そうそう。あの、結構キャラ数がね、あの、いい子なんですよ、あの子が。うん。ね。HG でマーク4、5が欲しい。マーク5いいっすね。緑。うん。やっぱ緑。ですね。あ、具がいい？スペースウルフ対緑、緑かな。何の光の方。横浜ガンダム今日までか。明日？今日まで？あかんだから。チャカボーさん。小学生の時に買ってもらった旧100分の1のダブルゼッタ。関節軸が大キャストで衝撃でした。マサボさんこんばんはです。マーク2の右腕用にドーベン欲しいです。ニッチー。ね。そうそう、ヤザンも出てくるしね。松山義光さんこんばんは。そう、この子はね、しょうがねえのよ。左手にサーベル持たせらんねえし、しょうがない、しょうがない。うん、こいつはだから動くキットじゃねえのよ。んーね。そう、ダブルゼータ小さい時ビデオで見てました。ポカさんこんばんは。うんだ、トライオンを使うとかしかねえんだよ。もしくは諦めるかだな。その、動かして、ぐりぐり動かして遊びたいっていうのは、あの、MG で、まあ、MG もどうなの？実際あの、バージョン系の、カトキさんのダブゼってどうなんすか？ルールが可愛いよね。ダブルゼのランナー初めて見た。変わったね。ごめん、コアファイターズ。かっこよくて十分そう。まあ、名前もいいよね。ドーベンウルフっていう名前ね。うん、確かにわかるんだ、うん。名前がいいもんな。ドーベンウルフ入ってんだよな。そうそう。こういうのない？なんかみんな、さっきの話ね。あ、シルバーバレットもいいよね。あ、ここだけの話、僕にとってはストフリンがまさにそれです。はいはいはい。あの、すごいかっこいいなとも思うけども、なんかみんな好きだよね、みたいなね。でも、旧フリーダムの方が好きなんていう人もいるからね。そうなんだよ。全然関係ないパーツ切り取ってた。おバカ。俺はなんて大バカ太郎なんでしょうか。ドーベンドライセン、シツルマ中古屋で8001万円する。そう、シツルマね、よっぽどじゃなかったら中古屋とかでね、手出しちゃダメよ。一生シツルムディアスに尽くしたいならあれかもしれないけど。やっぱ暗いね。暗いよね。ちょっともうちょっと明るくするか。やっぱ暗いな。よいしょ。ちょっと待ってね。どうです？キューキットはメガランちゃんが泣くほど小さいの。そうなんだ。ね、ゴテゴテは男のロマン。
ニューガンダムとサザビーは、もう、あの、認知度っていうのもやっぱ高いんじゃない？アムロとシャアはね。なんかあそこ一個抜けてるよね、もうね。うん。グフカスはやっぱあの劇中が良かった。うん。当時の雑誌で、そう。なんか同面を結構やっぱ押してるよね、なんかね。うん。あるよね。そういうの。あ、かっけえんだよな。うん。顔かっけえもんな、同面ウルフってね。ねえ、ヤギさんどうもです。うたたねしちゃった。全然休んでくださいね、ゆっくりね。はい。ねえ、スパロボでクソ強かった思い出。わさびさん、ずっと選択させたいキャラ。あの、キャラがさ、あの、シンタとかクムとかとさ、あの、絡んでるのもまた良かったよね。なんかね。すごい、その、なんだろう。キャラスーンは、あの、コミカルもできるし、でも、ほら、後半強化されちゃってさ、もう、ね、なんか、ジュドーが近くにいるのに、ジュドーの声が聞こえるみたいなさ、もうあの、もうダメだったじゃん。なんかもうあの辺でさ、あ、この子は、多分生き残んねえんだろうな、ってね、どこかで相打ちになったりするのかなってやっぱ思ってたの。もうあの、あ、結構手遅れなんだな、みたいなさ、ね。で、キャラとか、ね、マシュマーが、どんどん死んでって、ね、ハマーがやっぱちょっと悲しそうなんだよね。そのまた一つ駒を失ったかって、駒って言ってるけど、今幼い頃からね、やっぱマシュマーは常にこうハマーの元にいたからさ、そういうのあるよね。うん。なじ、そう、ジニーさん、ジムスナ2もそうだよ。だから俺も超好きだし、ジムスナ2はかなり好きなんだけども、なんかわかんないけどみんな好きだよね。なんかわかんないけど、一人ぐらいなんかさ、はぁ、ジムスナよりジムコマじゃんとかって言う人いてもいいはずなのに、なんかとりあえずみんな首は縦に振るよね。うん。いや、わかるけど、つうさ、ね。そういうのはあるよ。横浜、明日の5時か。なるほど、ありがとうございます。ルール感がノーマルストの中でどうやっておしっこするか話してて、突っ込み入れた児童に蹴りを入れたシーンで深くにも興奮してしまいました。何の話してんだ。いや、でもその辺は G レコンがちゃんと解決したよね、あれね。やっぱゲザも人気だね。うん。確かに、同弁当時買ってた人はね、俺はすごいと思う。こんなになって思わなかったもんね。ねえ。あ、ギャンも確かにそうかもね。本編だとね、ほらやっぱマクベンが好きじゃないっていう人が、ね、俺の友達もいるんだけど、とはいえばギャン人気だもんね。うん。そうね、ダブゼ QHG 良かったよね。あー、バウンドドッグもそうかも。言うても、ジェリドをフルボッコされた機体でさ、バウンドドッグ自体は別に、なんかね、あれやば、なんだろう、インパクトなのかな？バウンドドッグ、名前もそうだし、ね。名前もそうだし、あの見た目もね。そうなのかな。いや、ジムスリーもそうだね。好きだけどね。ドーベンの系譜はシルバーバレットが先、マーク5が先。マーク5っすね。リゲルグダブゼ。そうそうそう。MG でドーベンとか来たらみんな欲しいよね。マーク5先です。そうだね、センチネルの方が先なんだよね。だ。ジェネシックプライムさんどうもです。今日はダブルゼだ。そうそうそう、今日ダブルゼ。いや、違うよ。違うよ。僕が作ってるのはコアファイターです。コアファイターを完成させて、いやだからトップ、コアトップだっつってね。ちゃんとコアトップまで作ったら任しとけ。いや、あのね、ジオン残党のゲルググってなんでシャー、そう、なんだっけ、あれはさ、なんか女の子の話、青の舞台じゃなくてさ、なんか旦那を亡くした、その、なんていうの、現地の女の人がさ、シャゲルに乗ってるあの話って何だったんだろうね。俺もよく覚えてねえんだ、あれ。うん。ドーベンな。でもいつか俺もドーベン組んでみたい。どっち組みてえだろう。俺もやっぱ緑かな。ユニコーンバージョンは、そんなでもないけど。いつか組みたいね。ドーベンは組んでから死にてえな、うん。メタスとドーベンだったらドーベンかな。あ、でもな、なんだかんだメタスも行きたいけど。ちょっと聞いて全然話変わるけど、そろそろもうゴールデンウィークの話が出てきますよ、皆さん。今年のゴールデンウィーク何作る？
なんでかっていうと、ゴールデンウィークは、楽曲はグリップスウィークって言ってるんですけど、グリップスの、キット今年も作ろうかなと思ってるんですけど、ね、今作っちゃってるよね、つって。あ、こいつはグリップスじゃねえもんな。こいつはあれか、どちらかというと、ネオジオン、第一次ネオジオン構想の方だから、グリップスじゃないんだけども、グリップスからの派生ではあるけどね。みんな今年何作る？グリップスウィーク。まあ、ガンダムウィングつってウィング系でもいいんだけどね。でもやっぱりグリプスじゃん。グリプス何作ろうかな。リックリアス作ろうかな。リバイブの方の。リックリアスありだよね。クロマーク2から攻めて、一撃さん、あそこにまだ、あれあるかな。ブックオフにさ、俺が欲しかった、あれ。ガルバルディベーター。3000したんだっけ？3000しなかったら別になぁ。だったんだけど。3000するとね、中古だと俺あんま手出ねえんだよなぁ。なんか。1.25 倍くらいだったらなんか、まあまあまあ、しゃあねえか。なるんだけど。あったら欲しいんだけどね。いや、失礼も小説アムロ専用機あるし、バインダーがシャア専用 DJ 作るために必要です。だからですかね。ああ、シャア専用 DJ もいいね。バージョン K のダブゼはめちゃくちゃかっこいいけど、ツミプラのシュツルムディズ作ったとまた再販されると。試作プロトタイプは俺の期待にしやすいですから。ね。ヤマモンさんどうもです。ドーベンは自分が宇宙世紀のモビルスーツパイロットだったら、頑張ればギリ乗せてもらえそうな感。ああ、なるほどね。ね。ダブルゼータはだってもともとシャア出る話だったんだよね。でも逆シャアの話が出たから、急遽後半グレミーがなんか反乱を起こしてみたいになったっていう聞いたことあるな。で、急になんかその、何、ザビ家の血筋がとかわけわかんないこと言い始めるっていうグレミーがね。お前そんなキャラなかったじゃんつって。むしろギャグ要因だったのにね。そんなんあったよね。若松さんどうも。ね。そうだね。今、アラサー OL だもんね。でもあいつ21だからね、ハマン様。あ、バージョン系のダブゼ、こんなに評判いいんだね。へぇー。そうなんだ。動いてるとこ見たことないのよ。結局、動いてるとこ見たことない。それプラモが動くところは見たことないんだけど、持ってる人が周りにいなくてさ、こう、ちょさせてもらったことがないっていうか。ねぇ、ハウネや大友康平さん。大友康平さん。ね、そう、バウンドドッグはね、SD だとね、キュービの犬とかね、弾む犬って、いや、バウンドドッグって面白くね。マサイ・ンガバってなんだっけ？そのマサイ、マサイの、その旦那がマサイなんだっけ？確か、名前。だっけ？サイレントボイスも名曲なんだよな。俺、サイレントボイスのさ、A メロか B メロか忘れたけどさ、女の子がバーってこう横に並んでてさ、プルが右斜め上を向いてハマーに変わるっていう演出めっちゃ好きなんだけど、これ伝わる人いる？伝われ。あ、シャゲルがダグだっけ？俺、あの辺何だったっけな。メタスカイ欲しいね。グリップスウィーク何作る？去年俺ね、ゼータ100式マーク2全部行ったんですよ、ガンダムチーム。今年何しようかな。みんなはどうする？ね、いや仕事だけどね、俺もね。うん。やめろ、ラビアンローズ。ね。ガルバルでやっぱ3000高いよね。25くらいだったら、まあまあまあ、いいか、まあ、しばらくねえしな、つって、なんか納得できんだけど、25は。3200円とかされると、いや、ガルバルディでしょってなっちゃうんだよね。そう、2000台ならなって話をしたんだよね、一撃さんと言ってね、ブックオフにね。これ2500円とか、まあ2300円とかだったら、まあ安いんだべな。今、ほら、ガルバルディベート売ってないからさ。買っとけよかったなぁ。ねえ、ガルバルディね。マジ買っとけよかった。ちょうどさ、コロナのちょい前ぐらい ?2017 とか全然ちょいじゃねえな。だから、待って、でも違うな。あれだよね。2018か？あのさ、
ビルドダイバーズだよね。ビルドダイバーズで、あのガルバルディリメイクが出た時だよね。そうだよね。あの時だよね。ガルバルディ欲しいんだよね。いや、ガルバルディリメイクを逆に俺は買っちゃったんだよな。ルイトさんどうもです。ドワッチいいっすね。うん。あ、確かに俺バウンドドッグも積んでんだよな。そう。あ、バウンドドッグいいね。今年のゴールデンウィーク俺バウンドドッグ作ろうかな。ね、アッシマーも来んだ。そう、アッシマーも来んだじゃん、これ。アッシマーが。今、ロッチナが、ロッチナが、アッシマー乗ってたね、今ね。アッシマーが。キリコ、アッシマーが。どういうこと？ロッチナが、ロッチナがアッシマーに乗ってるってことだな、今の話だとね。そう。みんな何作る？シータさんどうも。奥さんの方がマサイか、旦那がダグとか、まあちょっと見たいなあそこね。やっぱダブズ面白いな。そう、優しい目をして誰かに会いたいん時に、あの、あ、いいよね、いいよね。ハイザック、マラサイ、ガルバルディベータ行きましょう。いや、ハイザックとマラサイ俺組んじゃったじゃんもうね、うん。今なんか燃え尽きてるから作りたくなるのは待ってる、焦らないあれですよね。ガキオさんが作るなら自分も作ります。ガンバ限定グリプス戦役セット。あ、ありましたね、グリプス戦役もね。キュベレにキャノンがついてるのは量産型だね。あれも欲しいよね。うん。そうね。ガルバルディが長々ねえのよ。いや、岡野さんどうも。バージョン A のダブゼは仁王立ち状態で飾るのが一番かっこいいと。あれ、実際さ、そのさ、バージョン A のダブゼはさ、動くの？どうなんすか？俺さ、昔の MG のダブズはさ、持ってったんだけど、誰も動かんかったのよ。全然。全然動かんくて。あ、こんなもんかと思ったのを覚えております。中高ぐらいかな、あの時の。確か、覚えてるよ。組んだ、組んだ。どうなん ?2018 か2019。3000と2900円、この100円の差あまりに大きい。そう、なんか3000しちゃうとさ、その定価がやっぱあれ何本2000いくかいかないかでしょ。それを倍額出して俺ガルバルディ買ってるっていうのがさ、結構なんかうーんって思っちゃうの。いや待てと。いや俺が超絶ガルバルディ好きならいいんだけど、今までの話の流れ皆さんあれですからね。あ、グリプスウィークだから、なんかゼータ系のキットを作ろうぐらいのテンションで、3000払うっていうとこだよね。うん。そうじゃねえだろ、プラモって、みたいな。そうじゃねえんだよな。プラモってな。ね。そっか、4月の最終週かな、ナラティブでのね。うん。あ、そうだね。クリアからのガルバルディはあれか。ガンダムベースにあったんだね。やれやれ、まさかこんなことになると思わんか。私はね、まだあの頃は変えてたもんね。うん、いや、バウンドとか組んでないから、あの、ゲイツキャパの方も。どっちもあるからさ。そう、一個もらったやつだもんな。通常のやつは。あれも組むか。ブラン涙目。キリコ！アッシマーが！いや、ハンマーハンマー、売ってねえんだもん。あとあれ、リボンワンハンドレットっしょ？タンズのモビルスーツはね、あとはサイコマーク2と、よいしょ、ボリの奥様んと、ハイザックカスタマーが出たら終わりです。
ね、学ぶ石川さんどうもです。動くし完全変形で、なるほどね。八千代丸さんどうも。土台かいな、土台かいあるもんな。俺はなぜかゴッグをすぐみしている、なぜだ、ね、レア化しているキットがもったいなくてなかなか作れないです。わかるよ、わかる、全然わかる。そのために2個買うっていうのもありだからね。あの1個は保存用、え、死ぬまで作んなかったら誰かにあげようっつって、いいじゃないの。ああ、やっぱ動くんだ。そうなんだ。いや、まあ MG は確かにな、その動かしてどうこう遊ぶみたいな、まあまあ、そのね、クオリティを楽しむのが MG だもんな、どちらかというとね。内部の造形とかね。うん。やっぱ気軽に遊べるの、やっぱり。だからね、やっぱこの HG、この気軽に遊べる HG、のダブゼで動いてリバイブとかしてくれたら、もう超楽しいよねっていうね。RG でもいいんだけどさ、RG は、なかなかどうして。あっ、次よ。あっ、いいっすね、ダブゼの話は結構ネタ尽きないっすね。皆さん世代？ダブゼ。あと、まあ疑問に思ってる方もいらっしゃるでしょうけど、多分ダブルゼータのことダブゼって略すの俺ぐらいだと思うんだな。ごめんね。じゃあない、別の G を探すか。うん。プロトタイプに大回収した経験が、プロトタイプいいですよね。そうだ、フンさんすごいもんね。動くのは動きますが、ダブルゼータの立体物の中ではといった感じですね。まあ、しょうがねえのか。ガルバルディリベイクっていうのはビルドダイバーズに登場するやつね。ググってください。ググってください。わかんねえようになったらググってください。かっけってなるから。ハンマーハンマー自立できない、聞いたことあるよ。痛い。アシマはとにかくできよかったな。うん。俺なんで前回そのアシマだとかさ、前回の2021かな ?21 か22ぐらいの再販かな、まだ引っ越してないから2021か22の、21だな。21の、俺再販、アシマとかさ、よく変えてたなと思って、あの頃まだそんなに飢餓状態じゃなかったのかな。なんか今よりまだ、でもな、21年ってもうなんかそういう状況だったような気するけど、あ、でもメッサーとかまだ、プレ版のメッサーが普通に変えてたあたりだからいいのか、ちょっと思い出せんけどね。まあそうね、信用しながらゆっくり待ちましょう。ケンシーさんこんばんはです。パラサってでも結構昔だもんね。ビルド系人気あるよ、あるある、全然俺超好きだもん、ビルドシリーズ。あ、ごめん、結構ガキに言ってもあれだね、あの愚問だよね。うん。みんながさ、そのガキはこれどう思うって言った時にさ、大体好きだからさ、俺さ、あ、いいっすねって結構言っちゃうもんな。ごめん。柴本さん、自分も G コメ提出、ちょっと気が抜けております。ね、まだ、時間ありますんで。ね。ギャープランリバイブね。世代、ノー世代、リアタイム X から。ザルバさんどうも。ご近所さんに呼ばれて飲んだくれておりました。お酒飲んできた。フルーツポンチさん、ドストライク。ね。全然言うよ。北谷さん、ゆっくりでいい。ダブゼ中学校？リアは、83、タカさん。ルーチさん、V。よかった、シュウさんもダブゼだった。よかったよ。一生仲間。あ、よかった。ダブゼ結構いた。あ、よかったわ。
さっきから俺ずっとダブゼダブゼって言ってたごめんねと思ってたの、心の中で。また少なくともこの今232名いる中で3人ぐらいはダブゼでいけたね。いや、ダブルゼータでいいんだけどね。別にそんな、そこ略すなよっていう感じだもんね。うん。3文字なくしただけだもんね。ダブゼリバイブが先か、RG が先か。俺 RG な気すんな。ダギオさんに合わせてダブゼと言うようになりました。いいんだよ、無理すな。ビームライフルをビーライって言わなくていいから。ビームサーベルをビームサって言わなくていいから。あれ、多分俺だけだから。変な略し方ですからね、俺ね。俺、ショートカットのこと、ショートカっていうタイプだ。ダブルチーズバーガーっぽくていいと思うぜ、ダブゼ。ダブチーみたいな。いいよね、ダブゼでね。あ、よかった、ダブゼ多かったわ。RG の百式とジオとキュベレー、まだですかね。多分みんな待ってるよね。100% 売れるやつだよね。RG の百式、ジオ、キュベレー。100% 売れるやつだよね。まあ正直もうキュベレイと百式はもうリバイブも出たし、ジオは正直リバイブの必要性をそんなに感じない出来だからね。そこまで、まあちょっとその可動域を増やすとかわかるけど、別にいいもんな、あのままでな、ジオはな。関節強度も悪くないし。ジオは別に動くキットじゃねえから。動けジオって言ってっけど、中の人が。グリーンダイバーズ懐かしいね。うん。吉弘太さん中学生だった。黒猫の年丸さんこんばんはです。ね、2020の秋ぐらいだから、なんかまあ2021この YouTube ガキオのチャンネルがこう1000人行きましたみたいな、こう生配信できるようになりました、収益化できましたみたいなことを言ってたあたりってまだなんか余裕だったような気がするんだよな、ちょこっとだけね、ちょこっとだけだよ。うん。そう、DJ のチャイカね。漫画ね。俺また持ってんな、まだ漫画。今、プレバンで売ってるギャプラン TR5 はノーマルのギャプラン組めるんでしょうか？多分組めると思うよ。新規ランナーが1個、あの頭部の部分入ってるだけだって気するけど、ごめん、間違ってたら超ごめん。うん。だ、やっぱね、バウンドドッグの、ゲーツキャパーは確かに重かったの、プレバンで。それは覚えてる。うん。ね、ガンプラでこれはひどいと思ったもの、そうだね、逆にガキオさんが許せないガンダム、許せないガンダムはないね。あ、まあ強いて言うならあれじゃないですか、こう前にも話したけど、あの戦闘シーンが4周ぐらいないと飽きてくるっていう。こうリアルタイムで見てるとさ、うん、あの戦いがないとあぎるタイプの人なんで俺は、今日おむせぐ願ったってそう嫁さんに言っちゃうタイプ。そう、あの水星の魔女があの話だけの時とかね、うん、今日は面白く願ったな、あんまりっつって。あの、話は面白いんだよ。そう。でもその、なんつうの？戦闘シーン的なところを見ると、今日なんかあんまり面白く願ったなって思うぐらい。別に許せないとかはない。基本的にはない。つけさんどうもです。ゆっくりしててください。キュベパビね。そう、キュベパビはダメだよ。ダメだよ、うん。許せないにまではいかないけど、でもダメだよ。うん、シール多いよって、そう、がっかりするよって組んだ時に、せめて本体がリバイブのキュベレイだったらなって思うけど、うん、そうね、へ、そうね、ビーライ言わないよね、うんうん、ショートカ言わない？ショートカットのことショートカって言わない？ダークソウルとかでさ、ここにまずショートカがありましてとか言わない？ダブル X をダックス、うん、ダブル X はダブル X なんだよな、ダックスは言わないんだけど。マイルドセブンは、マイセン。で、あれじゃない？セブンスターがどっちかじゃない？セッターか、ブンターかによるよね。ブンターってやっぱちょっと、おじさんというか、画業より上の世代だけど、画業の世代は大体セッターってみる。ちょっとか。ね。ダブルゼットの RG、パーツポロポロにイラッとしてストレスやばそう。でもさ、その頃にはなんとなくこう、ダブゼもいい感じになっててほしいよね。やばいよね。だって RG の百式とか絶対売れる。もう分かるもん、売れるってのが。どうせ売れるんでしょっつうのが分かってるからさ。逆に出ねえ、誰だっけこれ前言ってたの。いたよね、今いらっしゃる方で。
こんな気持ちになる、あの、買えないとかこんな気持ちになるんだったら、むしろ出ないでくれって言ったの誰だっけ、トシヒコさんだっけ、ごめん、トシヒコさんじゃなかったらごめんね。なんか森のクマさんとかさ、その話してた時にさ、こんな気持ちになるぐらいだったら出ないでほしいみたいなこと言ってなかった。その発想なかったらちょっと俺笑っちゃったんだよ。シールスってどれ？シールス？意味、プロじゃん。意味わかんない。みんな見て。この子さ、キャノピーのとこ黒いのにさ、黒いシール貼れって意味わかんない、あの、こと言われてる。どういうこと？ねえ。いや、キュベレ RG とかめちゃくちゃ、あ、FF ファイファンね、言うね。キュベレ RG 売れそうだもんね。うん。そう、初戦兵型のね、その年齢と体調にもよりますから。ね。ロッチナにダブゼって言ってほしいです。ダブゼ！だ、言わねえんだよ、ロッチナは。セブンスター分担だった。RG のゼータは 2.0 できそうな気するけどね。あの、要するに、おっちゃんがいけたのは、まあ、いろいろ賛否は分かれてると思うんですけど、その、またおっちゃんかよの意見は見ました、僕も。見たんですけど、でも、おっちゃんさ、おっちゃんが 2.0 出ることによって、他の 2.0 も期待できるよねっていうのは僕すごいいいなと思いましたよ。だっておっちゃん 2.0 出なかったら出ないじゃないですか。もう多分ずっと RG って 2.0 来ないじゃないですか。ずーっと今後って考えると、今回の、バージョン 2.0 のおっちゃんは俺良かったんじゃねえかなとは思っております。まあ単純にね、バージョン違いのやつ作りてえもんね。うん。ね、アムロ脱走略すとアムウェイになる。アムウェイやめなさい。ね。よいしょ、あとは、あのアンテナは何？まあ、当初の目標は完成したので。コアトップに行きましょう。コアトップ行ったら寝ようね、あとね。寝ましょうね。ショートホープしょっぽっていうのが。嫌いではないけど許せないガンダムだ。サンダーボルトのパーフェクトガンダム。まあ、あれは賛否分かれるでしょ。うん。ガキョウさん、シードの前降りる剣の前とか、割ときつかったです。あのね、そう、シードって俺結構きつかったよ。世代だし、超好きだし、シードは。口癖グレイトだったんだけど、シードのやっぱ総集編だのさ、俺が戦闘シーンのある回覚えてるもん、ちゃんと。1話でね、1話、まず1話はキラ・アスランつって終わるだけでしょ。で、2話でアーマー・シュナイダーでミゲルの陣を倒す話って覚えてるから。で、3話でシュベルト・ゲベールでミゲルを倒す話って覚えてるから。で、4話はあのキラ・ヤマト行きますで終わる話つって。で、5話でやっとみんな戦うの。5話超好きなの。デュエル、バスター、ブリーツ全部出てくるから。ね。しかもその時はバンクっていう概念がないから、みんなが新規の映像で戦うのよ。で、6話が何もなくて、あ、違う、6話あれか？ラクス助けるのが6話だっけか？偵察陣をビームライフルで倒す書いて6話だっけ？で、7話で、で、その後、フレイの父ちゃん死ぬのが8とか9とか、まあ、序盤いいんだけどね。途中からやっぱその、まあ開くんだよ。そう、前降りる剣の前は結構まあ開いてたな、あそこな。あ、カズさんゆっくり寝てください。お疲れ様でございます。もうね、12時過ぎたんで、ね、皆さんね。ブンターだった？セブンスターメンソールはセタメン。ね。ヨシヒロタさん、カズさんお疲れ様でした。やっぱ、としひこさんだ。そうそうそう。言ってたねーと思って。うん。さあ、マルボロメンソーラー、マルメンね。ロスマンザ、ロスマン。パーラメントって、パーラメント逆にパーラメントって言わなかった。パーラメント言ってた。あ、ごめんね、柴山さんね。そう、今、タバコの話ね。恋愛ドラマの俺たち出会わなければよかった的な。ラークマイルドは、ラクマ。いや、ラクマって、フリマサイトじゃん。
マイセンブンター、キャビン、マルボロ。キャビンってさ、匂いきつくなかった？クールも俺一時吸ってたけどね。いっちゃん最初、要するに、マルメンライトから入って、で、マルボロ、でもマルボロ一通り吸ったな。赤も、赤丸、ミディアム好きだったよ。赤丸、ミディアム。あとライトね。あの、金色のやつ。あれかっこよかったよね。マルボロライトでしょ。んで、その後俺ラークマイルドに走って、一旦キャビンを挟みつつ、でクールもなんか、結局その馬先の人とか、あの、バイト先ね。バイト先の先輩とか、あとは同級生とかの吸ってるやつとかもらったりして、一瞬そっちに切り替えたりしたんだよ。友達が吸ってて、こう、ピース、一本ちょうだいっつったりとか、なんだっけ、ロイヤルなんちゃらみたいなの吸ってる友達もいて、ちょうだいとか吸ったりしたりとか。で、結局最終的にセブンスターに落ち着いたの。セブンスターに落ち着いてな、そっからずーっとセブンスターだったの。俺、ずーっとセブンスターで、で、なんか最近、その、お客さんにもらったやつがあって、あ、これいいな、これにしよう。しかも安いっていうのが一個あって、それが、一撃さんとかわかると思うんだけど、あれ。キャビンのさ、メンソールのプチプチ入ってる甘いやつ。テレビ番組のね、ディレクター、女の子のフロアディレクターの子が、これいいですよって言ってて、へーなんて思って。俺それ全然知らなくて、一本ちょうだいなんつってさ、その時初めて、あ、これ甘くて美味しいねなんつってさ、なんか、お菓子みたいっつって。しかも安いんだよ、それが今。430円なの。値上がりして430円なんだよ。あれ安いっつって。ごめん、ちょっとすげえ脱線した。超ごめん。ロッチのありがとうございます。いいえ。ごめんね。いろいろ飛んじゃった。ごめんごめん。あんまり2月にね、皆さん休まれる方、ゆっくり休んでください。とりあえずコアファイターできたから、あとは徐々にいきます。ゆっくりゆっくり、ゆっくりとりあえずコアトップに移っていきます。コアトップ作ったら俺寝るからね。俺がコアトップだ。これがこう。F はどれ ?F ランナーは ABS かな。そうだよね。F ランナーは ABS。F ランナーは ABS。おっちゃんってことのガンプラですよ。まあまあね、6はアルティミスか。そうか、ブリッツが入って、その次が7話があれか、ラックスのやつかだ。そうそうそう、そう俺ね、もうね、そうパンクにね、シード、あのさ、ウィングの頃とかは楽しくてずっと見てて、パンクなんて気にならなかったんだけど、シードに関してはもう俺、パンクが同じだから、フリーダムが毎回同じピピピピピバーン、ピピピピピバーン、ちょっと反転させてるだけとかさ、あのビームさ抜刀してすれ違いざまに陣を切るようなシーンとかあるじゃないですか。100回ぐらい見た気してさ、そんなに見てねえんだけど。あとニコルはいっぱい死んだでしょ。で同じモーション使ってデッテニーでもやってんじゃん。フリーダムがさ、あのプロビデンスのそのビームの雨を避けているシーンとかがさ、まんまフリーダムとストフリが同じモーションで避けてたりとか、あとなんだろう、手前にいるダガー3体ぐらいを全部そのドラグーンで倒して、プロビが下からニュって出てくるシーン覚えてます？それまんまレジェンドで同じ風に使ってんの。あれは確かに若干あーってなんのよ俺、やっぱり。見たよーっていう。そう。トレース見たよーっていうね。ちょっとでも角度違かったらいいのになとかさ、思ったりとか。そういうのは確かにね、モッキモッキしてたよ。ね。そうなのよ。ねえ、そう、先行の時からね、前降りる剣が投げんだよ。キラが、マルキオ同士と一緒にね、ラクスのとこに行ってから投げんだ。でもその間にあれか、ダガーが出てくるくだりがあるか。あ、ねえか。ダガーが出てくるの36話か。35話が前降りる剣だよね。で、34話がフリーダムが、だからジンをズバーンって切って地球に行った、アスランとちょっとすれ違うとでしょ。36、あれ37じゃない？で、40話が暁の空へでしょ。で、39がアスランだ。で、38話で、あれだよ、サンバが出てくるやつだ。
サンバカンが38話だから、37か36が、ダガー初登場で、オペレーションスピットブレイクじゃない、なんだっけ、なんちゃらかんちゃらの回だよね。うん。そう、今気持ち悪いぐらい覚えてるなと思った。ね、馬刺し好きだよ。ギャプラン TR5、ノーマルギャプラン組めませんでした。そっかー、ダメだったかー。ごめん、ルイトさんありがとう。エコーね、じいちゃん捨てたよ。若葉とかエコーとかね。荒垣さんどうもです。マーズジャケットさんこんばんはです。先ほど G コンペエントリーしてきました。あ、ごめんなさい。後で確認します。あと、返信遅くなってごめんなさいね。つい確認しただけでさ、俺すぐ返信すればいいのにさ、お、この人から来たっつってさ、ガンプラ見て満足しちゃって、一旦置いといちゃうの。ごめんね。ちゃんと参加受け付けましたって返すから。ごめんね。あ、ふむさんお疲れ様です。大河原で展示会なんだ。お疲れ様です。うちの父がハイライトっすよな。ハイライト好きな人いた。あ、ラッキーストライクね。ラッキーストはね、陽キャが吸ってるイメージ。うん。元野球部の陽キャが吸ってるイメージね。ラッキーストライク。ラッキーストライク。後輩で、うん、ラッキー吸ってるのは、だいたい陽キャだったな。陰キャはラッキーストライクあんま吸わないイメージある。ごめんなさい。完全に、個人の感想です。OTK マークさん、こんばんは。そしておやすみなさい。ごめんなさいね。挨拶だけ来てくれる。こんな嬉しい人ある？あ、プチって潰すのがいいのよ。ね。カレカレさんどうもです。ね、ガノータトークを聞かされる一般人の気持ちが体験できました。ごめんって。そう、モーションの使い回しな。フリーダムの戦闘シーン、だから、シードはもう、なんか新しい戦闘シーンが入ると、俺めっちゃテンション上がった。だからデュエルがフォビドゥン落とすとことかさ、そのね、そういうシーンを見るとうわーとかさ、よかっけーみたいなね。そう、くるくる回って撃ってるだけってなんか皆さん言ってましたよ、なんかね。俺電子タバコ吸ってたよ、春さん一時。でもぶっ壊れて捨てちゃったね。あんまりね、気になんなかったんだよな。でもウィングとかその X とかさ、もう多かったね、実際。大体にして、ツインサテライトキャノンのさ、WX のツインサテライトキャノンなんて、ほぼ全部同じじゃないですか。最終話の打ち合った時だけ違う感じじゃなかったっけ？ねえ。ウィングゼロさんこんばんは。んだ、パナマだ、パナマ。確か35なんだよ、前降りる剣って。34が、フリーダム受け取って、ね、バイバーイってするとこだったから、確かそんなんだったんだよ。だった記憶があります。前降りる次は35は、ほらやっぱりね。うわ、これどこだけ覚えてるね。ラッキーストライクはガンプラじゃない。そう、ラッキースターは懐かしいね。そうそうなんだ。あ、そっか、アスラン脱走37 で38、悪の三兵器であいつら出てきて、39でアスランがほら、来て、で、またじゃあ2人が合流して、とりあえず一回一緒に戦おうなっつって、40話で宇宙に行くってくだりでしょ？そうだった。懐かしいね。あ、砂漠良かったよね。砂漠とか海とか全然良かったんだけどね。うん。ね、ツインサテライトけどほぼほぼバンクだもんね、あれね。あれはうまかった。で、しかもそのさ、コロニー撃ち抜いたさ、ミリ単位で調整してコロニー撃ち抜いたシーンとかもさ、ダブル X は映んないんだよ、ほとんどね。ビームだけ映るっていう、あの演出は素晴らしいと思う。うん。ね。終わったらなってガンベに持ってってないっすね。そんな俺ガンベ行ってないっすね。俺一撃3とぐらいじゃない行ってんの。あと1回ぐらいしか行ってねえよ。個人的に。モーションばっかり見てたからさ、この戦闘シーンのさ、モーションばっかり。だからね、俺ダブルオンの時感動したのよ。ほぼほぼ新規、その戦闘シーンが。まああるけどね。あんだけどね。やっぱり戦いが過ぎだからさ、そう、戦いの時が、戦いなんですよ。長い
わかる。必殺技のバンクとか超好きなんだけどね。わかるよ。富野監督もめっちゃ使ってるけどね。なんか、なんであんなに気になんなかったんだろう。なんでシードだけ俺気になっちゃったんだろうなと思ってね。なんか、使い方なのかな。シードだけはね、やっぱすごい気になったの、当時。で、デッテニーでも結局まんま同じように使ってたからさ。まあ、これがシードかなって思ってたんだけどね。ね。それはずっと気になっていたんですが、種世界に宇宙世紀時点でザクとかグフとか出ることになった設定って、大人の事情とかその辺の寒い事情を置いておくにして、なぜそういう名前になったのか、劇中設定で説明されている場面ってありましたっけ。結局、まあ大人の事情もいろいろあるんだけど、なんかザクっていうのに、ちゃんとあのガンダムみたいな、ジェネラルユニラテルニューロリンクディスパーシブオートノミックマニューバーみたいな、ああいうのがあったはずだよ。ザク、ザクも、確か。じゃなかったっけ、ごめん、間違ってたらごめん。なんかそんなの見たような気がするんだけど。ね、なんかね、もうちょっとなんかバンクを綺麗に見せれてたら面白かったんだろうなと思ってます。で、ね、OS だよね。そうだよね。確かそうだった気する、ね。色月さんどうもです。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。言えるんか、そうそう。なんでかね、なんでかシードのガンダムは言えるんだよね。こういう記憶力だけ俺行かれてるんだよな。ザフトアーマード、キーパーオブユニティ、これでザークなんだな。ね、どうしよう、あったよね。あー、またこの話だ。イージスの自爆コードまた忘れちゃった俺。なんでこれ忘れんだよな。ちょっと皆さん書き込んでね。福田監督の作品の使い回しはめっちゃ多いですよ。サイバーとかもです。やばそうなんだ。イージスなんだっけ。4文字4文字4文字ってか、あの4個4個288なんだ。そう、何回もこれね。皆さんイージスの自爆コードだけはね、ちゃんと覚えておきましょう。人生でね、全く役に立たない知識だから。人生で全く役に立たない知識を覚えてるっていう優越感だけで、たまになんか、調子いい時ないですか？俺、学生の時あったんですよ。塾の先生に。これ絶対受験で出ないんだけど、人生で何の役にも立たないんだけど、覚えとくと、他の人より一個だけ覚えてる知識多くなるから、一個覚えといてって言われて、なんすかって言った時に、スリランカの首都ってすげえ長えんだよ、なんつってさ。で、絶対これ受験で出ないから、つって。スリランカの首都は、スリジャヤ・ワルダナ・プラコッテって言うんだけど、これを、その中学校の時に教えてもらって、ずーっと覚えてんの。でも人生で何にも役に立ってないの、これ。受験にも出ないし。でもそのスリジャヤ・ワルダナ・プラコッテだけはずっと覚えてんだよ。こういうのない？ね、ここで出るよ。ね、こういうのあるよね。ずーっと覚えてるやつ。全く意味のない。すごいよ、マサルさんの。なんかのボケで、マサルさんがさ、なんだっけな、あれはなんだっけな、ボスケテの、なんかロボットを持ってきたやつがいて、なんか科学者みたいなやつ、あれなんかなんだっけな、2巻か3巻ぐらいの話なんだけど、の時に、気配薬研究会みたいなやつが出てくるんだよ。あ、そこかどうか忘れたんだけど、なんか、その時のなんか、すごい長ったらしいセリフを覚えたりとか、そうそう、ローピッチャーね、なんだっけな、うん、忘れちゃった。そう。こういうのない？みんな。なんでそれ覚えてんの？みたいなさ。
ヤミツバキさんどうもです。ボスケって面白かったよね。ボス決して焦らず走らないでそれで早く来て、そうそう、マサルさん好きだったのよ。すごいよマサルさん、衝撃的だったね。ちょっと小学校の時だったんですけど、すごいよマサルさんは本当衝撃的で、当時ギャグっていうのはもう要するにうんこちんこの世界で、お前何言ってんだよギャハハハの笑いの時代にさ、マサルさんのそのシュールな笑い、そのシンってさせるっていうもう意味もないこととかに出会ったのが初めてでさ、俺すげえなんか楽しかったな。マサルさんね、懐かしいね。すごいよマサルさん、シュールの走りだったな俺の。そのそうだね、俺らの世代のね、ウォンチューってなんだよみたいな。さあそうそう、これこれプラモ太郎さんのこれを何でか覚えたりとかさ、毛乳頭刺激活性化毛髪発生新薬開発協議会とかならいいのになみたいなことをマチャヒコが誰かが言うんだよ。なんでかそれを覚えたの。そうオープニングがね、ペニシリのロマンス、懐かしいですね。そうセクシーコマンドガイデンだからね、あれね、ガイデンだもん。だあそっから俺ボーボボにもつながる感じする。もうボーボボなんて意味わかんなかったもんね。でも俺ゲラゲラ笑ってたぜボーボボ。途中から読まなくなったけど、小学校の時マジでゲラゲラ笑ってたな。中1くらいかあの時、なんかすげえの出てきたみたいなさ。いや武士沢レシーブわかるんだ。ちょっと武士沢レシーブ俺全巻持ってたよ。最終温めますか、あー頼むでしょ、懐かしい。そうボーボボーの、そうあのなんか遊園地のくだりでしょ、もう意味わかんなすぎて笑っちゃったもんな。俺今何読んでんだろうみたいなさ、もうアップってなんだよとかさ。ボーボボーは意味わかんなかったな正直ね。ボーボボーはほんと意味わかんない。懐かしいね、ごめんね。はい、はつきさんどうもです。今日は完成までやるんですが、今日はやんです。今日はねコアトップいけたらいいなぐらい。前回うまくできたんだけどね、鼻毛真剣ね。そう、最終回年表で終わんだぜ。珍勇気ってあったなぁ。漫画太郎ね。漫画太郎ももう、漫画太郎もやばかったね。うわ、幕張懐かしいな。幕張はちょっと子供の頃はね、あれ小学校の時やったんだけど、ちょっと大人だった、やっぱり。うん。あの、やっぱ性に関することが、ネタにね、要するに下ネタが多かったじゃない。その、エロっていうよりかは、その、なんつうの、大人の、要するに、高校生とかさ、もう大学生ぐらいの男子の下ネタみたいな世界じゃないですか。だから、俺、小学校5、6年生でよくわかんなかったの。これ何が面白いんだろう、これ、みたいなのあって。幕張は大人になってからだな。あ、こういうことかと。あ、なるほどね、っていうのはあった。うん。ね。クロマティ高校懐かしいね。カメラアップやばかったね。カメラアップやばかったよ。クロマティ高校も面白かった。うん。ボンボボは読んだら笑うか、鼻で笑うか、とても極端な作品。そう。もういい歳だったから、ボーボーボーでは笑わんと決めてたが、カメラアップ、カメラアップやばいんだって、あの回は。本当にあの、力技が過ぎるよね。皆さんぜひあの、ボーボーボーカメラアップで検索してください。本当に。俺も当時、あの、流し見してても笑ったもんね。その、いい意味がわからなすぎて。ぜひあの興味ある方はボボボボボボボ見てください。だって意味わかんねえ。ジェットコースター落ちてくんだぜ最後。あ、何だったんだよ。何の下りだったんだろうなあれね。ねえ。あ、マサルさんね、アニメと漫画でまた微妙にテンポ違うもんね。うん。ボーボーボーな、すごかったな。今アニメで見れるんだ。いいっすね。うん。あ、そんなオチだったっけ？あ、ターちゃんね。ターちゃんも結局エロがっつり入ってるけどさ、ターちゃんは話が面白いよね、普通にね。カッパのやつなかったっけ？あの、妖怪の話。あれも面白かったよね。あの、ターちゃんの人、絵うまいしね。
タチャの人絵うまいんだよ、すんごいうまい。うん、すいません、話についていけないのでゲート処理に専念します。そうね、ごめんなさいね、今の週刊少年ジャンプの昔の面白かった話してます、はい、でもよかった今伝わって、うん、伝わる人にはごめんなさいね、伝わってよかったなと思ってます、はい、ヘモグロミンさん、怪盗トンチンカって何でしたっけ、名前聞いたことあるな、これ自分の頃だとサイボーグじいちゃん、サイボーグじいちゃん知ってますよ、うん、ひずきさんどうもです。PTA 的な組織がボーボーボー規制を訴えたとき、ボーボーボーファンも確かにと思ったらしい。そう。あの、わけわかんなくなって子供が変な感じになるっつってな。うん。たーちゃん普通に下ネタがっつり、だって絵的中普通に交尾してるからね、普通にね。だからその性に関する下ネタが、でもあれはライトだったな。ライトっていうか、なんか、ちゃんとそのギャグに昇華してて、で、幕張はリアルすぎるんだよね、あっちはね。っていうのはあった。懐かしいな。ね、ギャグ漫画ピューリも好きだよ。うん、あーごめん、ギャグ漫画が好きだったらごめんなさいね。お嬢ちゃんもアヒルが好きかい。変態だーでしょ。うわ、懐かしいね。うん。ハイスクール鬼面組も友達ん家で読んでた記憶あります。メケ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 の後、ポーだよ。ごめん、ダメだ。俺思い出して笑っちゃうんだよな。何だったんだよ、ほんと。意味わかんない。あの回、あの遊園地の回だけマジ意味わかんねえんだよな。ボーボーボー。ほんとに、未だに思ってる。俺ら何見てたんだろう。もう一回見たくなってきたな。ピッコマでそこだけ見ようかな。そう、ボーボーボー小安さんなんだもん。そう、あれ絶対人類に早すぎるギャグだよね。で、今ちょっとあの人絵うまいし、そして。全然変わったんだよ。そう、ドンパチソードの意味なんで。そう、ボーボーボーのあのキャラランキングなんかずるいじゃん。くボーボーボーに負けたの元ネタだよ。神に感謝っつってるでしょ。神に感謝っつってるやつないだっけ ?3 位だっけみんなありがとうっつって。はい、ごめんなさい、あの、全然何言ってるか分かんない方は、ボーボーボーランキングで検索してください。はい、ぜひぜひ。くボーボーボーに負けた。っていうネタがあんの？全部ボーボーボーだよっていうね。第3話ぐらいの時点でキャラ人気投票やりやがったの。ボーボーボーしか出てきてないのに。面白かったなぁ。あ、なんか言われてるよね。そうそうそう、小田先生の。あ、師匠っていうか、先生っていうね。んだ。そうそうそう。シェイプアップらも、うん。いや、でも絵上手でしたよね、当時ね。ついでにトンチンカン。ね。アニメの次回予告で、次回ボボ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 ババ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 バってのがあって積もった思い出。ババ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 バボボボの兄弟でしょ。そう、兄弟いるんだよ。ビビビビビビビも出てくるからね。くだんねえの。ボボボの兄弟でバババババババってなんだよ。夜考えたのかよ。シェイプアップランね、ちょっとエッチなんだよね、あれもね。ウィングマン懐かしいね。ウィングマン山本さん懐かしいね。ネカフェで読んだ記憶あんな、いつだか。あ、でも最後まで読まなかった。ラッキーマンね。そう、ちょうど今日ラッキーマンの話を嫁さんとしてました、僕。うん、そうね、うちの娘にはボーボーボーはちょっと早いな。でも多分ゲラゲラ笑うと思う、意味わかんなくて。ボボボボボボボ、さっきの次回ボボボボボボボバババババババちょっと勢いで笑っちゃうな。それアニメのやつで見てえな。しかも小安さん言ってんでしょ。もう絶対笑う、俺笑う自信がある、もう。あ、懐かしい、てんてんくんね、懐かしいね。うん、ねえ、ねえ、懐かしいっすね。あ、ヤギさんお疲れ様でした。どうもです。あ、今日棚卸しなんだ。お疲れ様です。すいません、本当に。ごめんね、ちょっと脱線しちゃったね。ね、お疲れ様でございます。あの、ゆっくりね、皆さん休んでくださいね、本当に。今日珍しいね、この12時過ぎて1時近くなってきても、あれだね、あの、200人オーバーなの珍しいっすね。
大体こう徐々に減ってくんだよ、ここから160とか170とか。で、絵面なんて変わってんねん、ここにコアファイターあるだけなんだぜ。大丈夫、楽しめてる。ババ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 、まだ俺つぼってる。絶対笑わせに来てるよね、ボーボーボーね。懐かしくなったね。ありがとうございます。なんか皆さんのおかげで僕今すごい懐かしい気持ちになれました。あの頃良かったなってな、うん、なんかやっぱ、うん、古き良きだった。ごめんね。いやいや、ちなみに今日みんな何作ってたん？ちなみに今日みんな何作ってたの？ちな。コアファイターが画像にある配信っておそらくそう、これあの日本で唯一あのコアファイターがずっとここにいる配信だからね、これね。そう。基本的に雑談、まあ、ちゃんとね、ほら雑談するよって書いてるから大丈夫大丈夫。あと下動いてるから、この下の文字動いてるし。そうそう。あとここに俺いるでしょ、ここに。ここにガキをいるから。まあまあそういう配信なんだなと思ってね。でも画像全然変わんねえな、つって。はい、すいません。いいね。いいじゃないですか、やっぱり。昭和っていうか、まあ、平成、まあ、昭和か。だな。俺、ちょうどギリだからね、学級はだから、ちょうど、俺は1985年生まれだから、ギリなんだよ。昭和の俺は最後に生きた人間なのよ。ね、ビルキス作ってた。昭和だな。眠気とストレス解消を作ってた。RG シナンジュ。ね。もう夜遅い組が合流してくるからそんな減らないので。あ、そっか。もう、こっからむしろ合流するのか、みんな。待ってるぜ。みんな。ね、2ヶ月放置してた。今じゃ途中に作ってました。鼻毛激烈剣。ティックバラン作ってたよって。MG の雷電専用。ザク2のウェザリングを直しておりました。ダイバーアークを購入しただけで何も組んでませんね。ダイバーアーク買ったんですね。西さんはキャリバン作ってたよと。ダイモンさんはアメージングレッドウォリアー。インパルスのデカール張りが終わらない。スポンサーなくなったね。龍神丸か、シーさんは。ダンマイをゲドに回収してました。ゲルググメナス全然進まねえ。どこまで行きました？ねえ、ストライクエクシードギャラクシーの背中にパーフェストライクフリーダムのバックパックを背負わせる予定。いいっすね。妹ちゃんの武器作って終わり。本日の制作配信はコアファイター様の。そうだよ、今日は。目標はコアファイターだから。こっからコアトップ作ったら神だよ。こんだけベラベラ喋ってコアトップを作る人間がこの世にいると思いますか？いるんです、ここに。そう、それが G です。ルドラ作ってました。うん。山猫デインさんはゲルググメナース。ライフリー作ってました。バカサバイバーもいいね。あ、いいね、アバターフミナできた。フミナマイゼン組んでました。ごめんね、エクスペッツさん、本当にね。一緒にフミナ、いけたらな、みたいな話もしたんだよな。申し訳ない、そればっかりは。でも、あたいは今日、なんでかダブゼを手に取ってしまった。最初、Z2 もいいかなと思ったんだけど、Z2、今度再販来るじゃないですか。ちょっとね、その辺も俺考えてるの。再販来た時って、やっぱ、何かしら皆さん、Z2 か、Z2 ってどうなんだろうなとか、まあいろいろあるじゃないですか。検索したりって。YouTube ってそういうのが結構、如実に現れてるみたいで、俺、ストフリーの MGX とかアップしたでしょ。その例えばライフリーとかアップすると、やっぱ検索するんでしょうね、多分ね。で、再販したやつも結構引っかかってたりするんですよ。だから多分なんだけど、YouTube で昨日から今日にかけて、バーンレポースって検索した人多いっすよ。バーンレプロスの、だから、例えばなんだ、G ジェネの戦闘シーンの動画とかの再生数ってやっぱ伸びんのよね、こういうとこからね。お、なんかそのタイミングかなってた。絶対その時行きたいなと思ってた。うん。そうなのよ。あるよね。いまだにライフリーの羽が作り終わらない。ガンダムロールアウトカラーを作っております。ね。うん。マサルさんのあたりから面白すぎてアチェルビー諦めました。そっか、一撃さん、アチェルビーさん。まさか本当に俺ずっと喋ってるからね。ごめんなさいね、そうそう。いつもの皆さんのね、セリフが身に染みてます。おい、ガキをお前は黙って喋ってろと。ということですよね。余計なことを言わないで、黙って喋れ。そういうことだ。RG ストライクのランチャーパック作ってました。カシースーパイさんどうも。けどいいですね。最近暇を見つけたダンバイを見てるので、立体物欲しい気持ちがふつふつと。いいっすね。テケ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 つって。でもね、なんかビルバイも出るみたいなような。話がいやちらほらと出てますね。うん。激烈バカってなんかありましたね。そうだ、それ覚えてんな。
MG などで作ってまーす。スキルナとスコープドッグ。いろいろ積んだって何を作ったらいいか。メナース、集中力がなく途中でやめました。逆に分類していいか分かんないけど。GTO も面白いですよ。なんだかんだで。そのシリアスなのもあるけどね。S ランクは今日は取りません。この間ちゃんと取ったもんね。よかったよ。あ、なんでこれ昨日スカーレットネクサスを全クリしてしまった。ずっと放置してたゲーム。最初本当は昨日の夜、寝落ちしなかったから、で、ゲルググも組み終わったから、なんかゲームでもやろうかなってなった時に、なんでかね、スカーレットネクサスをやってしまった。でも俺はトロコンしない。あれこれ胴体くっつけちゃダメな感じ？つけてしまった。やっちまった。まさか、そんな、やっちまったな。もう一番めんどくせえのが、結局俺は胴体とか超好きなんだけど、結局その腕をね2つ作らなきゃないっていうのがね、やっぱね結構しんどい。自分の心に従うの大事ですよ。ありがとうございます。ねえ、ジムスの2のパーツを切り出せました。ドラケンどうしようか迷ってます。ドラケンちっちゃいんだよね、アップルさんね。ダブル Z2 とかダブル Z2 懐かしいね。昔組んだな。ご縁をいいっすね。すまないが今日さん、先週フミのパイセン作るって聞いてたから、慌ててアマゾンからフミのパイセン届けてもらったけど、待ちきれなくて作っちまった。いいんです。僕もフミのパイセン行かなかったから。ね。再販のやつのおすすめ動画やっぱ来るじゃん。やっぱみんな、なんか探すんだよね。あ、どんな感じなんだろうとか、今度これ欲しいけど、本当に買うかなとかさ、やっぱ悩んでる方が見るんだよな。ああいうの。俺も見ちゃうもん、やっぱり。レビュー動画も先に見たりするし。どれイモじゃどんな感じかなみたいな。これたまにやるのはね、動画を一回撮った後に編集前に一回他の人の見たりするよ。であまりにも俺が的外れなことやってたら嫌だから、前にも話したんだけど、一回確認すんの。動画じゃなくてもいろんなそのレビューサイトとか見て、例えばじゃあ今日のゲルググメナースのさ、ガキ用のそのレビューを撮りましたと。で、撮ったはいいものの、じゃあ、ベラ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 って喋って、レビュー動画見たときに、俺がめっちゃここはいいなって思ってたところが、ちょっと的外れで、本当はそっちに動かないのに、俺が間違ってやってた場合とかもあるから、一回確認するよね。あ、これはこの動きでいいんだよねとかね。心配性だから。っていうのもあったりするのよ。いてててて。あ、レベルの場作ってたんだな、ナナさん。いいっすね。ちなみにギャグ漫画は、したたかくんってなんだっけ？したたかくん。したたかくん、これわかんないやつだ。したたかくんなんだっけな。そうそう、皆さんがね、黙って喋ってろ。僕に求めるのは分かってるんですよ。ガキ用は黙って喋れと、ね。余計なこと言ってんじゃねえぞと。本当に。何プラモ作ってんだっつってな。俺らは、そう、皆さんの気持ちはその、皆さんはその、手を動かしたいから。だからガキ用、お前はずっと喋ってろと。そういうことでしょ、だから。6月頭ぐらいに今使ってる iPod を新しい iPad に変える予定なんですが、 iPad だ、ごめん。当分プラモは変えないですね。あら、ほんと。バリバリ最強ナンバーワン、ヌーベね。あ、ビルバインを迷彩に塗りました。新しいの出る前にやってしまおうという、今度はいいっすね。やっちゃったぜ、つって。なんですか、それ、つって。ね、なんで腕と足は2つずつな、めんどくさくね、つって。ね、4月初めね、だからさっきもお話ししたんですけど、だからそのすぐね、すぐ
バーンレプオスが来る可能性もあるし、なんだ、ハイザックカスタムが来る可能性もあるし、下手するとそこすら関係ない謎のが来たりするかもしんないね。うん、いやそんなことねえわ。だいたいその時、まあこれを出したいんだろうなっていう流れがあるからな。うん、プレ版で若干流れあるんだよ。そのシードの流れがあってこういうのが来るとか。で、Gラインもまあ確かにフミナの時点で一回ばらまいてるから、まあまあまあつうなんかあったもんね。だからたまにそこじゃないのが来るの。デスサイズヘルドーンみたいな。ってみんなあの時思ったでしょ。ガンダムローズバーン、ってなったでしょ。ああいうのがあるから何かわかんねえんだよね。うん、よかったルドラを作ろうと予定していたのが、いざ何の気なしに作り始めて完成したゼータプラス C1、 ほんとなんででしょうね。なんでなんだろうね。ね、いや喋りながら作ってください。いや普通にマジトーンって言われちゃった、ね、柴山さんお疲れ様でございます。ゆっくり休んでください。ゆっくりね、後でまたアーカイブでこの辺りから聞き返していただければなと思います。何分からですか？ごめんなさい、全然出てこないです。トカマクダンバインもそうだね。うん。どうだろうな。テロンさんどうもこんばんはです。先日のシード再販祭りは仕事で参戦すらできんかったとです。Gコンペフォースは明日が期限ですね。そう、一応明日期限なんですけど、編集の兼ね合いもいろいろあるので、ちょっと余裕は見てますよ。なんで、滑り込みで全然構いませんので、いやよっぽど4月20日ぐらいに送られても、まあ確かに遅いなとはなるけど、いいよ上旬とかだったら別に。えんやで、そういうコンペじゃねえし、うん、そういうんじゃねえし、みんな楽しくでいいべや、いいんだよ全然です。いや、2カ年欲しいじゃないですか、池上さんね。HG デファース？デファース？エイジのやつだっけ？それ。笑うけどね。なんか急にすげえの来たら笑うけど。ゼータフルコンプで忘れてたアクトダックゼータバージョン。あー、熱いっすね。スベリヌさん、それ。そういうのも俺好きっすよ。アルトロンとかね。アルトロンとかドラゴンとかなー。キャラ来たで嬉しいんだけどな。アナザー行くのかな。まあとりあえずね、今年のその新商品はもうなんだっけ、9月分まで出たし、あと年末何が出るかじゃないですか。早くね、まだ今年度始まる瞬間にもう年末の話してる俺ら。だってな、もう9月まで何出るかみんな知ってるもんね。あとは消化試合ですよ、皆さん。あとはその時で変えたとか、まあ、ちょっと今回は、大沢たかおだ、つって、ね。して、ほんとそうなるもんね。すごいね、今から5ヶ月間これでいいんだ、もうみんな。今回はする、つって。そう考えてやっぱ一番、ワクワクすんのはどちらかというと、まあ、新キットもそうだけど、一般販売の新キットもそうだけど、ワクワクするのってプレ版だったりするよね。何来るかわかんねえから。そうなんだよ。プレ版のいいとこってそのワクワク加減だよね。これ来たーっていうワクワク、やっぱおじさんあるよ。プレ版おじさん。そっから来んだみたいなね。そういうのがあるな。バンレポスね、なんとなく来る可能性もあるけど。いや、レオパルド年末出たら俺超嬉しいけどね。トトさん、こんばんはです。Gコンペ間に合いませんでした。さっきも言ったんだけど、全然過ぎてもいいからね。全然滑り込みでいいっすよ。うん、全然4月入っても、まだ俺多分編集してないから。うん。大丈夫です。
ね。マンダラガンダムいいね。ね、G セルフと GRK。まあ、とりあえず来年まで待ちましょう。もしくは年末まで待ちましょう。うん、今年の RG もしかしたら、おっちゃんで終わりかもね。もう一個来たらいい方じゃない？でも去年 AP4 だけ？でもまあ今年あれか、まあ一応空張りで出してっけどな、わからん。うん。アリオさんおかえりなさい、どうもです。ね。最近いい意味でそれ出すんだ、それはプレバンダーってのが多くていいですね。ほんとね、いいと思います。面白いよね。ねえ、4月1日 MG どっこだったらもうそれ嘘じゃん。プレバンバッカだと新商品と聞いてもときめかなくなりましたってお気持ちが来ちゃうの来るかもな。気持ちはわからんでもないけど。でも、俺ときめいてる。俺全然楽しいプレバンだけでもまだ。まだ俺マシな方だ。俺まだ大丈夫でしたわ。しかもプレ版変えなくても楽しいしね。ワクワクはするよ。だってプレ版2時か3時で変えるんだもん。まだ大丈夫。うん。去年エピオンで、一昨年ゴッド配入。いや、ゴッド配入はその前だね。配入2021、ゴッドが2022、エピオンが2023ですね。そうですね。そう、俺、ときめき40なんですよ。俺、基本的に何でも楽しい人だからな。だから全然いいよ、別に。全然楽しいっすよ。その、新キットがなくてもね。楽しいよ。だからさ、買える買えない抜きにして、買える買えない一回その、このコロナ云々関係なかったとして、コロナ云々ね、関係なかったとして、プレ版かーって俺思ったことないんですよ。そのプレ版を覚えてから。やった買おう、なんか、家に届けてくれる、やったみたいな。うん、まあ、これ何回も言うんだけど、俺僕プレ版にネガティブな感情を得たことがないんだよね。いや、あるよ。その、重いとか、なかなか繋がんねえとか。まあ、量産型ルブリスがハイングラだけ予約できたあの回とかね。あの回とかあるけど、でも別にしょうがねえなと思うし。それだから親殺されたみたいな、なんか怒り浸透してるのはちょっと引くわ、俺は。ここはちょっと引いちゃうっていうのがあるけどな。いいけどね、別に。ありがとうっつって。あ、わかるよ。そう、シーサーみたいにね。そう、運んで説明書ね。残念なんだ、そこ。あったな。残念なとこあったな。まあでも、なんかまあ、本体ね、出してくれれば嬉しいなとは思うんだけどね。普通に。うん。あ、でも、買える買えないは抜きにしてね。買える買えないは一回抜きにして。ねえ、そう、再販持ってんのも楽しいしね。全然いいんだよ。ネーデル出してほしいけどな。ハイニューは2021。うん、ね。うん。前で言ってくれば、プレバンはだから、サーバー強化と、あと、一元ね。で、俺はみんな幸せになれると思ってるです、個人的には。うん、いっぱい欲しい方は2時で。2時もだから頼むよって感じ。絶対やってねって。そしたらみんな楽しいよっていうやつです。プレ版ほら、いつか買えるから。大丈夫よ。あとな、説あるな、塗装ね。うん、色わかんねえやつあるな。確かに塗装派の人はそこは、いや、せめてそこはってなるかもしんない。うん。ね。色わかんねえもんな。明細とかね。あれは確かにそう思う。
いからないけど、限定品の値段だけ高いのがダイレクトアタック食らって瀕死するぐらいですかね。まあ、のちょっと冷静に考えるとこれするなっつのあるもんね。うん、いやだからお金は一回考えないようにはしてる。しゃねんだよなもんな。時代背景的にネット通販が当たり前になってきて、まあ不満はないかと変えれば、そう変えればいいんだ。だから変える変えない一回抜きにして変えるんだったら別にいいんだよ。うん。なんか繋がんねえとかさ、そこだけは勘弁だな。ほんとそれだけ勘弁。繋がんねえは勘弁。頼むよっていう。ね。そうだね。まあとりあえず一元とあと時間とかずらしたら、あとね、うん、説明書カラーとかあったらもう本当に言うことねえんだけどね。コケムラクセ君どうも。たまにお前一般発売じゃないのかよって感じよね。量産機はやっぱ言われるわな。しょうがねえよな。ストライクダガーとかね。なんかいっぱい並べたいとか。それやっぱしょうがねえんだよな。で、一元じゃ足んねえってなるし、むずってなる。じゃあストライクダガーは一般でよかったなとか。あと V2 アサバスとかね。みたいな。こんな人気機種をみたいな。ウィングゼロ、ウィングとかもそうだけどね。っていうのはあるかな。ねえ。だ、ゴースト高かったね。うん、7000社もなるね。どこに行ったっけ。チタンニウムを買うときだけ深呼吸するな。買えたら特にどうでも思わないけど、買えなかったときにやはり毒を吐いてしまう。量産型ルブリス。ルブリスがだから次なのかなって、この間も話したけど。ダークダガーが来て、次ルブリス来て、んで、ガンドノートっていう順で虹が来るのかなとは僕は思っておりますけれども。どのタイミングで来るんだろうね。あとはその、どこまで思い入れあるかじゃない？最悪買えなくても、まあ別に一家ぐらいの人がどんくらいいるかなんだろうな。これ毎度言ってんね、俺ね。あれ、これ人それぞれだしね。その、趣味に対するその、価値観の問題だよな。俺すげえガンダム好きだけど、じゃあ、あ、ごめん、こっちだ。極論良くないな。ごめん。極論は良くない。極論は良くないんだけど、すげえガンダム好きだけど、ガンプラ1年間作っちゃダメっていうことになったとして、でもガンダムは見ていいよと。ガンダムがある世界線で、ガンプラっていうものがなくなったよ、みたいな。ちょっと例えが変なんだけどね。ってなっても、多分大丈夫なのよ、俺。ガンダムがあれば。こんなに何百体ってプラモ持ってんのに、プラモが明日からなくなったとしても多分大丈夫なのよ。ガンダムがあれば。ガンプラっていうものが例えばなくなったとしても、まだ別に俺は、そうね、極論を言えば、そんなに大丈夫。うん、他にも楽しいことはあって、で、ガンダム自体がね、別にアニメであって、でプラモがなくなっても大丈夫かな、みたいな。ってなった時に、いや、それはちょっときついなっていう人はやっぱり思っちゃうよね。あ、価値観の問題ね。その、どういう風に、そのプラモに対する、その自分の人生観の、すごいな、今日は人生観まで行ったぞ。持ち方なんだろうな。それでだから、じゃあ買えない、とかっていうのは、やっぱそういう気持ちになるんだろうなとは思ってる、俺も。逆に、あれか、俺がそういうのがなさすぎるのか。死んでもこうしたいみたいなことってないんだよな。二の手三の手のものが結構あるから。そうなんだよ。あとディズニー沼の人とかも最強だよね。ディズニーってこの世からなくなんないからな。すげえなって思ってる。あ、全然関係ない話、今のね。そうそう。ディズニーとかね。どういう風に捉えるかだよね。これ価値観ね。価値観の違い。ねー。RG マスター欲しいね。機械モンさんお疲れ様でございます。
昼食代に2000円出せない、でも2000円のプレモは安い、それが可能だ。あ、確かにな。ね、昔中日の監督時代の落合監督が優勝するまでガンダム禁止って言われたのを思い出した。面白いね。メタルビルドとか魂燃焼の商品には興味がないですね。俺も別にメタルビルドはかっけえなと思うけど、買うかって言われたら別に買わなくてもいいな、見てるだけで全然楽しいよっていうのはあるね。バンダイに調教されてるのでガンプラしかプラナを知らないっつってね。あ、他にもないろんなプラもあるからな。なくならないもわかんないですよ。近年ディズニー映画もこけまくりですし、まあでもなくならないでしょ、その生きてるうちは。うん、多分ね、うん、ジブリもずっとあるし、だからそういう趣味の人はいいよね。趣味というか好きなものが普遍的なもの、普遍って別に変わらないって意味じゃないんだけど、でもやっぱ俺もそういうのが好きなのかな、どうなんだろう。いや、そうそう、だからこそ人は多趣味であれっつってな。うん、そうそう、僕らも何度も言ってる、多趣味大事よ皆さんね、本当に多趣味であれ、マジで多趣味であれ、明日世界からガンプラがなくなっても別に死なないぐらいだとみんな超強いからね。いや、寂しいからなくなってほしくはないんだけど、なくなってほしくはないんだけど、っていうのはある。うん、そうすると、そう、好きなものが多い人生だと大沢たかおになりやすいよね。いろんな時に大沢たかおになれるよね。例えばさ、ほら、音楽が好きでさ、ライブのチケットがどうしても欲しい、どうしても欲しいけど、ずっとチケットが取れない。で、まぁ、ちょっと心を病んじゃって、もうイライラしちゃってっていう人もね、まあ、いると思うんだ。その、好きすぎてね。でも、いや、別に DVD でも楽しめるよぐらいの、その大沢たかおポジに自分が入れれば、まあまあストレスはそんなにこう軽減されるよな、なんていうふうに思う画境でございました。野球めっちゃ好き、どうしても今日の試合は、開幕戦はもうホームで見たい、ホームのそのドームで見たいとかね、球場で見たい、でも買えなかった、仕事が終わんなかった、クソ仕事目みたいな、ネガティブネガティブじゃなくて、別にじゃあ、いや、車の中でラジオの中継で聞くだけでも俺は野球が好きだよぐらいの、その距離感、その好きなものとの距離感の、その大沢たかおの距離感、何言ってんの真面目なトーンで。そう、大沢たかおが理想かどうかわからんけど、まあ、心の余裕っつうのかな、ね、やっぱ大事だよね、なんつう話っていうことを、うん、言いたかったの、それ。心の余裕って大事だよねっていうね。はい、すいません。ね。で、職場にシード映画見た人が何人もいるんですが、ガンプラ作ったり買ったりしてるのは自分一人なの。あ、そうなんだ。シンゴリさんの周りいないの。うん。ね。そっか、一撃さんバイク。一撃さんバイクと車も趣味あるもんね。一撃さん多趣味だよね。ね、それはだから、ね、そう、人それぞれだからね、別に 何言ったわけじゃないんだけど、ね、部屋からガンプラが一個もなくなった世界線が想像できない。いや、スベリーヌさん持ちすぎだ、ガキ用のベー持ってっからな、ね、ね、あ、いいっすね、料理、キャンプ、モデロイドもあるしね、今な。あ、フリーレンとブレイバーン終わって寂しいっつってな。あ、フリーレンはほら原作あるしね。うん。ね、ほんとね、大沢たかおの距離感って何？ね、どういうことって、ね。ダンジョンミッション面白い。いや、でも大沢たかおは大事よ。心の余裕ね。心の余裕は大事。そうそう、心の余裕大事。何度も言ってんの。ほんとに、プラも好きはいいけど、ガンプラオンリー好きは今本当にね、本当にメンタル狂うよ。うん。あ、俺もやっぱりいい距離取ってるもん。毎度毎度、プレバンがね、どうこうだとか、新商品が、だとか、再販が、とかつって。ずっとやっぱ今アンテナ張ってなきゃいけないじゃん。疲れちゃうよね。うん。
かれると思うんだ。でも今のとこ楽器はその疲れないぐらいの距離感でガンプラとお話できてるので、ガンプラとお話するとはまだ全然いいんだけども、難しいよね。皆さんも疲れないようにね、とにかくね。たかが趣味、されど趣味。でもされど趣味でもたかが趣味って、これ結構戻るんだよ、これって。こうぐるぐるループすんの。大丈夫、自分のね。自分の心の持ちようだね。あれ、宗教？あれ、サンダーボルト？ここ。楽器ってサンダーボルトだった。フリーレン2期見たいですね。いや、大沢たかおね、心に大沢たかおってなんですか。ガンプラなくなったら漫画とアニメボックスが増えるのまた。俺何なんだろう。俺ガンプラなくなったら何しようかな。でも俺すげえゲームすると思う。すげえゲームするか。なんか作るとやるのかな。なんだろう。DIY 始めたりとか。なんかね、なんか作るのを好きになるとか。まあ何かしらはあんのか。そうだね。ね。ガンプラなくなったらライブで県外遠征するとかかな。皆さんもじゃあ、いろいろ胸に手を当てて考えてみてください。俺だったら何しようかな、みたいな。そうだね。多趣味はまあ、懐の余裕ねえな。モデロイドかな。そうそう、熱中して、熱中してこそ得られるものもありますが、熱中しすぎるとストレスになりやすい。難しいけど距離感を調節できる振り幅って大事かもしれませんね。はい、皆さん今日のベストアンサー、一撃イズムが今また誕生いたしました。皆さんここ、コピペして貼っつけましょう。ここスクショしましょう。これね。一撃さんのこれスクショしよう。もう僕は今、すごく胸に刺さったこれ。すごいいいこと言ってる。どうして、一撃さん、リハした？今日リハした？これ。これ言うために、今日リハした？この、俺がこういう話するぞみたいな、リハしたん？これ。すごいね。すごいっすよ。そう、皆さんの心にね、一大沢たかおさんです。はい、木島シアみたいな話になってきた。バンダイ製品以外のプランはそれなりに、だからまあそうだよ。7000円とか8000円とかね。洋介さん、自分の好きをたくさん探すのが大事ということを学べるとか、そうそう、好きはね、好きは大いに越したことねえから、趣味ってわけじゃなくてね、好きは多くていいの。もう何十個も持ってていい、好きが。嫌いが多いよりマシ。嫌いを少なくしてった方が人生は楽しいよね。ってか、なんていうの、楽しいというか、その楽しいを増やした方がいいよねっていう話。あ、やみつばきさん、お疲れ様です。ゆっくり休んでください。だってもう、間もなく1時だから。釣り好きが船から初めて船釣りに戻る。そう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 。戻ってくるっていうね。はい、大沢京って何？誕生日面白いですよね。ね。江戸電車した時4つぐらいどうしてもってキットがありストレスでしたが、すべてを変えて今必死度は下がってきた気がします。いや、そうそう、いつか変えるやつ、特にプレ版がなんかで、プレ版が特にいつか変えるやつが多いから。あと、一般はしょうがない。俺も思ってる。毎回言ってます。もう皆さん耳にタコかもしれませんが、バイアランイゾルデとか、マジ当時買っとけばよかったな、みたいなの、僕結構あるんですよ。でも、しょうがねえなと思ってんの。当時金なかったし、当時、そのタイミング合わなかったし、みたいなのがあって、あとほら、あれじゃないですか、その、江戸天組の皆さんもいらっしゃいますし、今始めましたって言った時に、それは全ての再販金だって、なんだそれ、再販のキットが全部新規キットに見えるわけじゃないですか。今からガンプラやろうとか、今じゃ小学校6年生です、今度から中学生、ちょっとプラモデルを始めますって言って、おいいね、今後の未来のガンダム業界を頼むよみたいなワコードがいたとしても、その子って、こっから全部集めらんないんですよ、どう考えても。無理なんだよ。いや、周りのね、大人たちが協力すれば集められるかもしれないけど、自分一人の力で無理なものあるじゃないですか。まず子供だしプレバンできないしとかっていうのって、これってもう、しょうがないこと。しょうがないこととは向き合うしかないものってあるじゃないですか。
画卿が今から、特撮にハマって、じゃウルトラマンのソフビを全部集める。まあ、無理なんですよ。今からとか。ね。仮面ライダーの、じゃベルトを今から集めよう。無理なんですよ。撃ってねえから、みたいな。あと、撃ってても、じゃプレネだから。これと一緒なような気がしてて。自分がその時、その時代に生まれた、この令和何年に何歳だっていうのは受け入れるしかないよね。自分が生まれた年と、自分がハマった時と、なんかね。すげえ語った俺今日。しょうがねえって大事。しょうがねえっていうの。しょうがない大事よ、しょうがない。ね、趣味は特にね。ラジコンいいっすね。ラジコンいいっすね。高いんでしょ、ラジコンって。ね、リアしてないですし。水色のバーニーさん、どうもです。初コメです。水星の魔女からガンダムにハマって、そこからガンプラを作るようになりました。大学にガンダムを布教しております。いいですね。今、HG バイルを組みながら見させてもらってます。ありがとうございます。バーニーさん。ちょっと嬉しいですね。こういう初見さん大事にしましょう。ごめんね、なんか超真面目な話してたね。どうします、チンチンの話でもします、やめときます。ぜひあのね、同級生のね、大学の友達に、こんなあのおしゃべりガンプラおじさんがいるよっていうね、ただずっと喋ってる人だよっつってね、みたいなね。そんな俺イゾルでずっと引きずってんだよでもしょうがねえって思ってる、うん、今後一生変えなくてもしょうがねえって思ってるだ、別に、うん、大事大事、集められない、手に入れられない、しょうがないことはあるね。新商品はね、別に待っても買えないはないし、絶対買えるから、ほぼほぼ買えるから。いや、あれでもずっと街に停止してたら買えないものもありますよ、ずっとね。じゃあ、例えごめんね、この例えしてごめんね。スターグジェンガンがありますと、プレ版の MG のスタジア、早かったでしょあれ。でもあれ20億30億ぐらいだって言ったり買えるようになったじゃないですか。でもまあ早かったよ。なった時にさ、スタジェンガンじゃあいっちゃん好きだっつってな、今そういう人だ、そういう人がいたとしてね、スタジェンガンが一番好きだって時に、ちょうどその時買えなかったとするとなると、まあしゃあねえよなとは思うんだよな。ごめん、何の話したの今。でもそれ時にずっと街でいたとしてね、じゃあスマホ見てない、ちょっとまあ仕事で忙しい、俺もある、そういうの、今日眠い、画鏡見て寝落ちしちゃう、プレ版忘れてたな時って、まあ別に街の方じゃないですか、自分が待ってるその享受される側の状態だけだと手に入んないものもあるよねっていう。うわ、真面目俺、どうしたの今日。これ大事よね。自分から、あ、欲しいな、どう俺ってこう見に行って初めて手に入れられるものもあるよねっていう話。それが全部じゃないよ。でもガンプラってそういうのも多いよねっていう話だよな。いや、喋ったわ。ね。そういうのもあるよねっていう、その。よく SNS でね、そのプレイ版とかでいろいろ見てるとね、知らなかったとかさ、わかんなかったってあるけども、あ、それ街の状態だもんね、しょうがないよね。だって寝てたらわかんないし、俺だって寝てるうちに終わってるったらわかんないしね。そうなんだよ、そういうもんなんだべって思っちゃう。えへ、どこまで行ったっけ。うん、王騎将軍大沢たかおっていうのやめてあげてよ。あれ、何かおかしいそうだなね、デジタルネイティブには勝てない。あ、いい言葉ね、デジタル、いい言葉っていうかね、この言葉もよくあるね。うん、そう、 HG バイルは完成するとすげえかっこいいっすよ、うん、あ、俺がリメイクするまで月姫やったことないのに似てるか、当時中学生だったし、そう、年齢もあるしね、しょうがないよ。うん、いいっすね、黒猫の豊島さんね。そう、樽を知ることも大切。うん、ごめんね、すぐティンティの話して。
はい、レースやってた時に遊びは本気でやるから面白いっていう人もいるし、遊びだからその本気とかじゃなくて楽しくやるのも大事だよねっていうね。そうそう、両方正しいんだよこれ。両方正しいんだよこれ。間違いではねえから。つむじがみつさんお疲れ様ですよ。ゆっくり休んでください、ね、聞いて。ロムネコさん組んでた得らない。でも2時間だからあれで、ちょっとこれ腕いかないね。今日も食べたな。あと1時間ぐらいは行く。どうする。食べたな。めっちゃ喋ったな。なんか今日めっちゃ喋ったと思いません？頭はいけるよ。頭はラブズ頭作ろう。ここからって両腕つくんでしょ。両腕作ったら寝ていいんじゃん。両腕か、両腕か、両腕。ルビコいかない。大丈夫。俺で喋っていないと思っていたら組んでた組んでた。腕いくか。いや、いつも通りいい喋りでした。本当ありがとう。いや、語ったわ、うん、まあ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 、最終的にあの最強の言葉を使うと、まあ人それぞれですからね。はい、あくまで個人の感想です。はい、ここまでね。私は誰かをディスるつもりもございませんし、否定する気持ちも、私が否定するのは転売屋だけです。では滅びていきます。全てにおいて滅びていいと思います。このダブゼちゃんはあれだったな、ニューガンダムシステムの頭部をしてるから、見て見て、ヘルメットタイプなんだ。かぶせるタイプのね。おすいでや、平常運転です。逆にこんだけ喋ってなんでこんなに作れるの。そうだね、うん、それもたまに言われる、うん、ソクラテスと弟子たちの語らぬようなソクラテスって久しぶりに聞いたな。歴史か、倫理で習った。倫理ってあったね。好きだったよ俺、倫理の授業。倫理の授業面白かった。何先生だっけな、中村先生だっけな、高校の時の野球部の顧問だった、うん、そうそうそう、あの、あ、ゼータプラスできた、いいですね。この続きは動画を見て、そもそも最終的にね、あのレビューに関しては動画を見ていただきたい。っていうか、なんならあれだからね、この子の前に僕はゲルググメナースのレビュー動画を作らなきゃいけないの。それを作ったら、こいつを仕上げるから。皆さんがあの心の奥底に思っていることを一旦代弁しますね。代弁するというか、それにお答えしますね、今ね。皆さんが多分心のどっかでは何かしら思ってると思うことを一個だけ言いますね。あの、デストロイはちょっと時間を置きます。はい。多分何名か多分思ってると思うんで、あれ、ガキはこの間デストロイ作ってなかったと思ってると思うんですけど、はい、ちょっと一回心が折れたというか、あの疲れちゃった。と起きます、時間。ガンダムとの時間、起きます。このダブゼのね、欠点のもう一つが、顔がかっこよくないのよ、あんまり。ダブゼね、顔かっこよくねえんだよな、これ。目の部分がね、全然かっこよくないのよ。確かにそんなにのっぺりしてんだよな。でもこれは塗装派の人の方が上手にできるんだろうなと思ってる、うん、デストロ知ってた、ごめんね、うん、そう、あと柴とのルドラな。そう、キースさん、でまだ100歩譲って、そのシードフリーダムの機体ってさ、作りやすいじゃん、まだ。それはね、救い。あのシードアクションシステム、がサクサク組めるからまだ大丈夫なんだけどね。
ダブゼね、顔かっこ悪いんだよな。見て、ちょっと見える。なんかね、目の部分がね、のぺっとしてんのよ、この子。なんか。ちょっと、詳しくあと動画で確認してほしいんだけど、この角度がちょっとわかんない。こっち。どっち行ってんだ。なんかね、のぺっとしてんだよね。なんでかこの真ん中の部分に銀色のクリアパーツみたいなのが入ってて、こいつあんまりね、いい顔してないんだよ。で、それ一回休憩。そう、のっぺりしてんのよ、このデッドロイ。ガンダムチーム並べっか。いいね。ゲルグレールガン結構でっけえんですよ。うん。で、それ一回一旦落ち着こう。ゆっくり作ろう。デッドロイ。無理しちゃいけねえ。いや、そんなこと言ったらあれだよ、ギスさん。ウィングゼロ炎もそうだし、あとあれだよ、ティフォエウスもそうだよ。俺、珍しいんだ、これ1個放置して次のに行くって、あんまりなくて、みんなどう？皆さん、なんていうの、1個のプラモをこう、例えばこの状態で1回放置して、次のやつ作りに行って、ずっとこのままとかある？前、ガンプラあるあるでもちょっとお話ししたやつなんですけど、ここ最近珍しいんだよな。これをね、今までそういうのなかったんだけど、ここ最近そのパターンもあるなっていう T4EUS。まあ、ウィングゼロは作ったけどね。作ったけど。みんなどうなん？やる？たまにやる？どうなん？あ、やっぱやるんだ。あ、塗装待ち、そうそう、塗装待ちとかね。そうそうそう。あ、そう、サイコなんだ。俺、サイコガンダムに関しては20年放置したからね。20年ってやばくない？ 1 ヶ月、2ヶ月、この T4S みたいにさ、2、3ヶ月作ってないとか、デッドローみたいに1ヶ月作ってないじゃねえんだよ。20年作ってねえんだよ。やばいよね。あと、ルナマリア専用のガナーザクウォーリアも上半身だけで20年経ってるからね。20年近く経ってるからね。やっぱ、たまにやっぱあるんだ。放置はあるのね。ごめん、俺だけかなと思ってしまったけど、やっぱみんなやっぱあるのか。そうだよね。やっぱテンションって大事だよね。うん。その、改造だとかね、塗装もそうだし。そうだよな。うん、よかった。俺だけじゃなかったわ。このテンション大事。ガンプラテンション大事ね。つまんねえ時に作ってもしょうがねえもんな、メンタルな。なんか、思んないなっていう時ね。よかったわ、俺だけじゃなくて。あ、よくね、サフ吹いてそのままなんてよく聞いたことある。ティックバラン半年なんだ。元旦に組み始めた元旦君が上半身で放置したままもう3ヶ月。結構みんな同じだった。結構みんな同じタイプの人がいた。ゲルググイエーガーを10年作成中で放置してるってやばくないやっぱ気分乗らなくなるってやっぱあるよね、なんかね、その。なんかちょっと今日いいやっていうやつ。あ、でもこいつはね、顔はブサイクのジャンルかもしんない。この子は。あんまりもっとかっこよくなったろっていうのはあるかな。珍しいね。あれか、ドライオンとかトライオンは角がでっかかったからあんまりこの目が強調されなかったんだな、隠れて。これ気にならなかったな。うん、ちょっと芋っぽい。もう一回ね、改めて。よく見て、この頭部。見える？角度がちゃんと、あ、ここいい角度だね。どう思います？このなんか。普通に見える、遠目で見えるんだけどね、よーく近くで見ると、このね、真ん中の銀色の部分がね、
ちょっと芋っぽく見えんだよな。なるほどね。まあいいや。あ、クワンタの方いいよ、全然。クワンタ全然かっこいい。とかフェイス若干この奥まった感じすればいいんだね、奥の方にね。まあキューストフリとかね、まあ、キューストフリの顔もすごかった。あー、1時間2時間20分か、どうする。すごい、2時間20分1ページ目だったよ、ずっとずっと俺1ページ目やってた。ちょっと待って、腕って何ページ。3工程か。さ、いやごめん、何言ってんの俺。もうちょいか。腕いくか。でもコアトップ作るんだったらダブルビームライフル作んなきゃないよね。これはめんどくさいね。せめてこの上半、あの一服だなこれな。確かに、うん、終わっても良い気はするよね、別にね。どうしよう。一旦一服するか。一旦一服タイムにして、その、この後どうするかちょっと考えよう。まあ、どっちにしろ 2時までいかないから。この後どうするか。腕に行くか、うん、逆にじゃあダブルビームライフル作って終わるとかね。そういうのもあるかもしれない。まあいいや。任せまーす。じゃちょっと、一瞬休憩。一瞬休憩です。皆さん、あの、ごゆるりと。好きな、あ、じゃあ、初めて買った8センチシングルの話でもしててください。僕、小松美穂。
はい、帰ってきましたよ。いで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 って言っちゃったら終わりだよね、もうね。ついに。じゃあ、ちょっと、こうもならね。どれどれコメントたくさん来ておりました。はい、ありがとうございます。何買ったの ?8 センチシングルって話。そう、明日イオンなんだよね。でも俺が明日ゴンからなんです。出番は。長渕さんのトンボ。そうそうさんのちっちゃいやつね。プリプリのダイヤモンド。マッキー。電気グルーブ。ブラビ。林原めぐみさん。トンネルズ。トンネルズさん、あれやるんだね。あの、ライブやるっつったね。11月だっけ。うん。ザードね。ザード相川なんでだんだん心惹かれていく。どんな時も奥井雅美。アルバムしか買ってなかったパターン。わかる。ああ、森口さんね。うん。ファイナルファンタジー4のミニアルバムいいね。ミニアルバム言えなかった今。ダブゼの顔は正面ドアップかっこいいよね。うん。ポケモンやるかな。爆風スランプ。あ、ギーさんありがとうございます。米米クラブ。カモン達夫。プラモ太郎さんありがとうございます。少しありがとうございます。あざすあざす。ねえ、皆さんいろんなの買ってんすね。林原めぐみさんね。そう、履歴は残るからね。あったあと確認はできるんだ。ありがとうございます。ギズさん。すいません。後では見れるんだよ。後でっていうか、あの、コメント欄、遡れるから。ジャストコミュニケーションいいっすね。あ、猿岩石ね。プリプリかな。そっか。いろいろあるね、やっぱね。お、やっぱさすがにこの時間になると180になるか。さあ、どうする?ダブルビームライフル作って終わるか、今日は。じゃあ。最後ね。もう眠くなってきたもん。ダブルビームライフルどこ終わった?あった。ここだ。このページだ。うん、区切りとしてはいいかな。アマプラとかで、見れたらいいのに。うん。あ、でも俺らのネタは YouTube で見れるぜ。興味あればね。興味あれば。プラス、あれだよ、方言の鉛が、わかんなくなければだけど。うわっ。ビームライフル作って、ビーチャとモンドの気持ちを、ね、なんでそんなとこ乗ってんのの、あの、気持ちを、返して今日は寝ましょう。ね。いやいや、今日もたくさんみんなと話せて、すごく良かったっすよ。楽しかったね、今日も。やっぱ、あの、制作もいいっすね。何かこう、テーマがあって、いつもね、テーマがあって、制作生配信じゃなくて、G ラジオ喋ってますけど、こういうのもいいよね。ね、区切りとしてはそこかな。ね。いやいや。面白い。来週も暇なんだよな。あ、でも来週俺、あれだな。ちゃん泊まりに来るから。母ちゃんが来るから。正確には父ちゃんも来るんだけど。じいじとばあばがお泊まりに来るから、もしかしたら土曜日はできないかもしれない。ごめん、みんな。この時金曜日か日曜日にする。金曜日ライブだっつうの。どうか?でも来週ネタないんだよね。だよ、俺外。来週何も出ないもんね。次13なんだよ。だからね、2週間空くの、ガンプラ。だからみんなちょっと落ち着けるよ。だから正直何作ってもいい週間だな。ゲルググ出してか?ダブゼモンじゃ出して。何作るかな?しばらく新キットでもそこでまあ、ブラックナイトスポードとかも行きつつ、
交互に行くか。あ、で次はあれか、プレバン着弾動画も出せるか。でもプレバン着弾動画が18とかか。いや違うんだ、母ちゃんじゃないよ。違う違う、あの7日ね、俺仕事なんすよ。で嫁さんも仕事なんすよ、7日ね。でそうするとほら娘がほら土曜日とかだったら土曜保育とかもやってるんですけど、ちょっと娘連れていくわけにいかないんで、母ちゃんたちを、ジジイとバーバをちょっと一回ピックアップ召喚して、すげえ FGO の感じで言ったんだけど今、ピックアップ召喚して午前中見ててもらおうかなっつんで、じゃ前の日からね泊まりできたらわーっていう話さ。乗りたいモビルスーツという質問には即答できないけど、乗りたくないモビルスーツはダブルビームライフルのコックピットと言える。そうそうそう、まあ、来週やってもいいんだよ。その日曜日かな、土曜日はできないけど、日曜日続きやる分には俺は全然いいよ。だからフミナパイセンもだ、フミナパイセンも行きたいんだよな。皆さんも一緒だと思うんだけど、作りてえのはいっぱいあるんだよ。そう、作りてえのはいっぱいあるの。作りてえのはいっぱいあるんだけど、あとそこにあのモチベでね、モチベと何作るかなっていう、俺の気分だなっていう。俺あれだもん、ちょっとあれだよ、バンレポスの話題が出た時に、あジェミナス組むかなって一瞬思ったもんね。これ02の方しか組んだことなかったから、まあ、01組もうかなとかね。あと LO ブースターとかもそのままだからさ。あとレオールとかね。レオールじゃない。レオンか。かん？レオスだっけ？ねえ。じゃあもうちょっと先なんだよね。うん。そうそうそう。8日にね。そうなのよ。そう。いいとこに気がつきました。あれごめんなさい。そうなの。そうですね。ダブズは再販が来るからね。ぶっちゃけそのダブゼのデビュー動画出すタイミングももう一周遅らせてもいいかなと思ってんの。8日でもいいかなと思ってんの。8日月曜日でしょ。ありだよね。次ありだと思う。それはありだと思うんだよな。あ、芝よかった。そう、陸戦装備作ったのよ。そこだけ作ってさ。そうなの？いや、SD 全然組みてえよ。俺今ね、すげえイボルブ大将軍すげえ組みたくて、あれ。ずっとそのイボルブ大将軍の箱見て俺ニヤニヤしてんの。あ、かっけえよな。金色なんだよ。金ピカのさ、イボルブ大将軍っつうのを買ったんだけどさ。買ったっていうか、お願いしてね。買ってきてもらって。手に入れたんだけど。あと、鬼神大将軍シリウオもあるからね。俺は大鋼、そう、一撃さんのおかげで大鋼、天外王、マスター大将軍、鬼神大将軍シリウオが今手元にあるから、今無敵です。あとこれで東派大将軍と天聖大将軍あったらもう俺言うことねえんだけどな。だ、俺ロブスターまだ組んでねえのよ。あの時確かいっぱい着弾したんだよね。同時にいっぱい来て。気づいたら、気づいたら終わってた。なんかその組むのを、ね、イボルブの話する？そんなの週3ニヤニヤ止まんないんですよ SD ねえ。何この鬼神大将軍シリウオが家にあるっていうだけでさ、いやキラハガネじゃねえよ、シールだけどさ、こんなにニヤニヤすんだと思って、いつ作ろうかねーつっていつ作ろうかねーつって、なんか買った武者七人衆のやつもあるしさ、楽しみしかねえぜ。お、ハルトのパパさんどうもです。しかしガキョウさんに迫りくるマグアナク全キスと生産耐久配信、こういうこと言うと本当に来るから俺はあんまり言わないようにしてんだけど、いや手元にほらないっすからマグアナックと言うんだけど、そうすると、え、送りますよみたいなことを真面目に言う人がたまに出てくるから言わないようにしてるね。そう、中さんありがとうございます。鬼神大将軍と、そう、イボルブ大将軍、そう、イボルブ大将軍組みてえな、組んでいいかな、お、俺イボルブ大将軍組んでいいかな、かっ
けんだよ。週3イボルブ大将軍いや言ってないよ、ライハさん。俺シリュウ好きなんだから俺。ね、今年の9月再販でようやく念願の SD ガンタンクが手に入れます。 SD も結構出たね、うん、リントブルム組んでる、いいっすね。パステストホメアが完結したので N タイプ作る前に F90 はオプションいろいろ組んでみたけど、あまり集めてなかったことに気づく。俺もだよ。そうなの。なんなら俺 V タイプとか買ってねえしな普通に。まあいいんだ、ゆっくり行こう、ゆっくり行こうぜ、ゆるく行こう。なんでこれ黒のパーツに黒のシール貼ってんの、わかんねえんだけど何やってんのこれ。すぐ誰かにじゃあ送りますよって、そう脅されるもん。ガキをやるんでしょ。え、配信やるって言いましたよね、送りますけどみたいな。さ、いや怖え、怖えわ、怖えって。マンガナック30期セット家に届いたら怖えって。そう、マッキンキンのやつ、そうマッキンキンのやつなの。プレゼント企画の話もね、いろいろしていこうと思います。その4月にまあ、シードのそのコンペのね、楽器を10銭とか、まあ、何銭にするか分かんないですけど出して、でその後その辺りの生配信、その辺りの週でやった生配信で募集募りますんで、なんならもう今募っても全然大丈夫です。例のごとくなんですが、プレゼント企画にご参加いただける、ご参加というかご協力いただける、もし方がいらっしゃれば、画卿に、X で DM をください。これをプレゼント企画で出したいですみたいな、結構前から言われてたんです。これ余ってんだけど画卿使ってくんねえかとかあるんですよ。もう一回一報ください、はい。で僕それで数見ますんで、この 1,2,3,4,5,6 これで何人でここセットにしてとかいろいろ考えるんです。それで MG はやっぱ1個だけだなとかね。で、こう、うまくそのバランスよくするんで。バランスよくして動画にするから。一応一報ください。もう今日から一報いただいても全然構いませんので。で、今日これあるんだけど、みたいなのください。お返事には時間がかかるかもしれません。ちょっと要確認で。すみません。本当にご協力いただければ。そうなの、できれば一人一個の方がいいです。ありがたいです。できればね。あ、そうだ、ハルトのパパさんのも来てたな。ちょっと待ってね。結構前のやつですよね。使わなかったやつですよね。どうしようかな。ちょっと一回考えますね。そうなのよ。あ、違う、ハルトのパパさん、あれですよね。年末のやつですもんね。あれは、前回のシードコンペじゃない、水星コンペじゃない、年末プレゼント企画で使わせてもらいました、あれは。そうです、そう、まだ送ってねえんだよ、そこだ。いい加減ちょっとそこ動けてな、そう。マジごめん。マジごめんっつって、 GB さんマジごめんっつって、ごめんなさいね、ほんとね。そう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 、んだ、そうそうでね、たまにそうなんですよ。ありがたいんですけど、3つ4つ送っていただける場合があるんですけども、結構ね、配置がね、なかなか難しくて、この場合。どれとどれ組ませようかなとか、いっぱいになっちゃったなとかな。大変なんで、うまくやります。まあ、DM ください。こういうのあるんだけど、みたいな。提案を
送っていただけると嬉しいです。しゅうさん、本当ごめんなさい。ありがとうございます。さっきね、その後普通にほら、仙台でも、普通に来たっていうのも、いいタイミングでしたよ。よいしょ。あるぞ。ゲート。切ったね、とこ。安っておう。そうだね。ダブルビームライフルもうすぐ完成って。そこで終わりにしましょう。ねえ。歌は命さん、こんばんはです。はい。なんだ。そう、僧侶はたまに石油王の方がいらっしゃるんで。いや、本当にね。もうみんな皆さんにおんぶになっこですからね、プレゼント企画。マイナスで終わるか、送料すべて浮くか、どっちかですからね。本当に本当に。序盤にはね、最初の頃はね、基本で赤字でしたよ、でも。でまあ、いろんな人がね、楽しんでくれればそれでいいなと思って。マジでマジで。でも、なんとか、皆さんのありがたい、スパチャのおかげで、あと皆さんがね、動画を見てくれたおかげでね、なんとか、送料分は、状況に応じてだけど、くじ運がね、いいっていうのもあって、今日東北ね、ここ宮城県だけど、大阪の人めっちゃ当たるとか、九州の人が3人ぐらい当たるとかすると、それが大変なことになるみたいな。あ、ごめんなさいね、ジミーさん。もうちょっと待っててね、ちょっとね。ごめんごめん。そうなんだよね。もうちょっとちゃんと平日にね、バタバタしね、準備しろってね。ごめんよ。泣きながらに待っててケロ。あ、メンバーシップね。そう、ずっと言われててやってなかったね。今年の目標メンバーシップにしようか。いまいちそのメンバーシップがちゃんと分かってねえんだよな。誰か。え、あ、プラモ太郎さん、海外勢当たってますよ。YouTube さんね。YouTube さん当たってますよ。YouTube さん、オーストラリアっすもん。プレゼント企画、オーストラリア、当たってますよ、ちな。でもあれだよ、YouTube さん、前の、去年、一昨年かな、一昨年のプレゼント企画で当たって、で、自分海外なんですよって話になって、で、どうしましょうねって話になった時に、ちょうど来年のこの時期に戻るんで、みたいな。10月くらいに、去年の話だ。一昨年当たって、去年の10月にちょっと一回日本戻る機会あるんで、実家の方に送ってってくださいね、みたいな。あ、それだったら全然送れますよ、つって。対応していただいたことがありました。ありがてえ、ありがてえ。すんません、すんません、なんつって。あ、ことがあります。パターンもあるよ。そうね、全員宮城県だったら、そうね、どっかで落ち合いましょう。ガンベで、ガンベで渡しますわ。もう一昨年ね、長くやってるよね。だって俺皆さんと知り合ってさ、長い方だともうマジで 3,4 年の付き合いですよ。なんかあれだね、昔からの知り合いみたいな感じしません？もうなんか勝手に俺思ってるんですけど、もうジョバンニからね、いらっしゃった方、ちょいちょいジョバンニ出るね。カンパネルラ出てくるよ、これ。銀河鉄道の夜な。あ、ここ1年、2年でね、チャンネル登録された方もいますし、今日なんかね、初見さんの方もいらっしゃいましたけど、いやー、長くやったもんでございます。
あ、でも死んでるアカウントの方もいらっしゃいますからね。死んでるアカウントって何かっていうと、まあ、最初の方登録してその後ログインもしないよっていう人もいるんだ結局。うん、最終回じゃないよ最終回じゃないよ。もうちょっと続けさせて、うん、50歳ぐらいまでやりてえな。50歳ぐらいまでは、うん、おじさん YouTube はやってたいな。ねえ、この頃にはちょっとオフ会もしようぜ。あ、1万人な。そう、ここはね、嵐がいないの。嵐がいないんだ。毎度言ってますけど、これ皆さんのおかげですからね、ほんとね。俺、後輩にも言われましたもん、その、石垣さん、あ、ガキョウさんのね、ガキョウさんのチャンネルの民度って高すぎませんって言われて。あ、ちょっとダメなところもあるよ。初見さんがね、やっぱ少ないっていうのもあって。少ないっていうか、いらっしゃるんだけど、そのコメントするまでとはないみたいな。いう方もいると思います、多分。うん。だと思うよ。デカちゃんさんも3年か。そうですね、クロロさん。花座でもいいです。本当に最初、石垣さん知ったときは、実はガンダムとガンプラの人は知らなかった。まあ、そうですよね、スベリンさん。スベリンさんとも長い付き合いだ。50までですか？僕、だからもう今、あと10年です。11年ぐらい。うん。過去動画見てると思います。初期から見てる人多いなと思いますね。そう。あ、荒らすぞだから、こう毎回、ライハさんとか言うけど。ね。みんな優しいんだよ。そうそうそう。あのね、初見の人が来てもね、就活の話とかね、結構さっきみたいにね、まあ、ちょっとしたね、哲学というか人生観というかね、価値観の話をね、これこれこうだと俺は思うんだよねって言ってた、あんまりこういう風に思うとこうだよねみたいなさ、いや、ラビアンローズは荒らすっていうか、ただ俺がただ作んねえっつだけだっつうから。とかね。前田さん2年か。前田さんでも2年ぐらい、俺3年ぐらいいるイメージあるけど、前田さんも。うん。ありがとうございます、ウィングゼロさん。実家のような安心感。そう、うちはね、ワイリーの城だと思って、本当に。ここは本当に俺はね、プラモを作る、ガンダム好きな人、プラモを作る人の、ワイリー城だと思っていただければな、と思いますんで、本当に。うん。そもそも芸人だっつうのも、全然スルーしてもらって全然構わないんでね。ただのガンダムオッサンだと思ってね。7777さん、初見です。7が全部で、4つあるね、この7さん。ありがとうございます。たまにこの初見さんがいらっしゃってね、ぜひ。全然ロム線でいいんで、ロム線で構いませんので、見てってください、本当に。本当、実家にいるようなね、ワイリーの城みたいな安心感で見ていただければなと思います、本当に。実家ってやつね。できました。ビーチャーオーレグとモンドアカゲができました。はい。が乗ってるとこね。乗ってるとこが後ろのここ。ねイエローデビル戦ね。でけ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 つってね、はい。いつかロックマンの実況やろうね。うん、俺ロックマーなんで。ガンダマーみたいな感じでロックマーつっちゃったけど、ロックマーなんですけど、一応小学校の時からね。はい、X は4までだ。でも X4 で終わってんの。ロックマンはね、8までやってる、ちゃんと。ロックマンなんですけどね。初めの頃はプロデューサー的な人だと思って、そんなことないよ。そんなことないよ。はい、毎週楽しみにしてください、本当に。また警察に変な言葉を作る、ね。ロックマン好きのね、僕ロックマンなんで、ね、ほぼロックマンに聞こえるよね。ガキョウさん最初 YouTube でどうやって知ったのか忘れちゃいました。あれじゃない、デカちゃんさん、ガンプラあるあるじゃないですか。もう今休止してしまったの企画。ガンプラあるある一瞬ほらバズって、その1万回とかでなった時に、その、要するにおすすめにバーって出てきて、皆さんが1回は見んのよ。そうすると、1万人見たうちの、じゃあ100人登録するとか、1000人見たうちの10人登録するっていうのが1年間続いたから一気に増えたんよ、それで。俺それで1000人行ったんだもんだって。最初俺100人しかいなかったの。ゴースト・オブ・ツシマやってただけだよ、ただ。ね、ガ
ガンダムなのかゲーム実況なのかよくわからん配信をしてて、あるあるやって、じゃあバーって一気に1000人行って、2日か3日ぐらい行ったんだよね、一気に、ね、バーって行って。わ、1000人行ったなんつってさ、生配信して、皆さん今後ともよろしくお願いします、なんつってね、話をして、時に、そこから入ってきたのが多いと思う。よ。星野さんどうもです。そう、俺 X4 までやってたよ。本当に。RG 初組してるんですが、リード戦とメッシュパイプやばすぎ。なんだろう、ザクかな？メッシュパイプ。ガンダマー、ロックマーだ、ガッキマー。ガッキマーってなんだよ。もう俺、アッシマーじゃん、完全に。いや、もう言ってた、フェイトさんが。アッシマー、ガッキマー。ガッキマーって何？ロックマンやったことなのに単行本買うぐらいロックマンメガミックスが好きな有賀先生ね。有賀仁先生ね。よくね、ロックマンクリアしてて、あの2のさ、あのワイリージョンのあのドラゴンとかさ、あいつ当たったら即死だからね、マジでね。うん。ね。そう、タイタンフォールの最終回の動画やはゲームの動画の記憶ね、本当だよ。そう。一応ゲームやってたからね、普通にね。うん。ゲーマーだからね。まずもって。あーあ、そっか、マサボンさん、リントブルームか。そう、リントブルームもバズったんよ、あの動画も。多分日にちが良かったんだろうね。リントブルームってなんだろうっていう、ただ単にそんだけの動画だったんだけど、めちゃくちゃなんか見られて、あれもなんかすぐ1万回バンって見られたの、あれで。なんかそれでね、そう、多分上がってくんだろうね、1回バズるとね。うん、そう。いや、全然いいんです。あの、デカちゃんさん、いいね。その、本業は別にいいんですよ。これ、あの、趣味チャンネルですからね。あ、マーク2か。なるほどね。そっか、メッシュパイクと、メッシュパイクだって。何それ、必殺技？メッシュパイク。そっか。それこそ今日ね、リントブルーム作ってる方もいらっしゃいましたからね。はい、じゃ片付けるよ。とりあえず今日はね、まあ、ビーチャと、ジュドーたちが乗るとこができたからいいでしょう。じゃゆっくり作ろう、ダメじゃ。ゆっくり作ろう、ダブゼマン。眠いんでしょうね。よくわかんない言葉作っちゃいました。ダブゼマンってんだ。有賀先生もね、いろんなデザインやってるんでしょ、本当に。ね、リントブルブ、再販またしないかな。本当声が良くてかっこいい人なんで、ありがとうございます、本当に。ただのおじさんですよ、はい。声の仕事をしてるだけのおじさんですから。で、でもね、多分ね、あれなんだよ。あの、がっかりする人もいると思うの。もっとプラモプラモしたチャンネルかなと思って見に来ると、俺だから結構土日ってさ、もう娘と一緒にイオン行ったりさ、結局嫁さんと娘と出かけて、あの、そんなにモカツしてねえし、ね、モカツというモカツをその、俺自分のことモデラーだと思ってないから、コレクターだと思ってるから、皆さんのようなね、すげえ作品を作れるわけでもないから、まあ、がっかりする人もいると思うんだ。あ、なんか、なんかガンダム系の、その、アイバーさんとかね。いろんなあの、吉本のアイバーさんとか、いろんな方いるじゃないですか。ああいう人のを見た流れで来ると、まあ、物足んねえわな。うん。その。ガンダムとしてのね、お話が。あ、山本さんもお疲れ様でございます。あ、7773マーク2で合ってました。はい。ね、横浜ガンダムの配信の話も出てましたね。毎回聞き心地が良すぎて、どの動画が最初か忘れちゃいました。ありがとうございます。ガンダマンシリーズ。だ。ハルトのポポさん作ってた。ね、山本さんお疲れ様です。疲れ果てた声で RG 配入のワンブーマシンガンの稼働を見せてくれるの忘れないようにやってたな。あとあれでしょ。そういうのもあるし、疲労困憊でキャリバーン作ったの覚えてない？懐かしいな。真夏だよ、真夏。くっそ暑いさ。くっそ暑い真夏の日に、俺外のさ、夏祭りのイベント終わって帰ってきてさ、よしやるぞってエナドリ飲んでさ、あの、関ひかさんとね、あの、同時進行して、で、関ひかさんがまた明日作りますっつって先に落ちちゃうっていう。マジか、一緒に完成させたかったのに、みたいなのあったよね。
そうだね、前田さんね。そう。あの人たちとはまた別ですからね、僕はね。あんま気にしないでください。はい、このチャンネルでは、そういうプラモの話じゃないんで。この配信は、ガンダムの好きなおじさんがずっとガンダム喋ってる配信です。はい。そうそうそう。キャリバーの真夏懐かしいね。めっちゃ暑かったよね、あの時ね。うん。タコ捨てましょう、本当に。で、夏大変なことになる。今日も楽しかったよ。あたしゃ。ね、キリコが飲む、うどんのコーヒーは苦い。よー、疲れちゃった。津田さん、お疲れ様です、こんばんは。自慢最初、ガキオさんは学校の先生、教員だった。あ、まあそうだね。要所要所で話を聞いてると、ね、授業がうんぬんとか、今日生徒がとかってね、X で言ったりすると、あ、教員の人なのかなって思っちゃうよね。違うんだよね。そうそうそう。違うんですよ。漫才をしたり、テレビに出たり、地元のね、ラジオの番組で喋ったり、ナレーションのナレーターとしての仕事をしたり、専門学校で講師をしたり、いろんなことをしてるんです。学校の先生当たってんだけどね。さあ。プラモ系はいろんな人がいるけど、ガキオさんはかなり特殊だと思います。喋りに引きつけられるのもある。だからこそライブ盛り上がる。ありがとうございます。そうね、いつかこれがね、500人とかね、1000人とか同説するようなあのチャンネルになったらすげえよね。1000人って想像いねえぜ。1万人いる、1万人とかさ、何万人いるゲーム実況者の人がさ、生配信してさ、人気のゲームやったとしても、マジ500人とか、1万人いても500人とかだからね。ほんとそんなもんなんだよね。うん。ありがてえよ。笑い芸人になれた先生、組長。組長は違うよ。組長はあれだよ。だから、もうあと今年で終わりだから、組長。ね、総帥って何あと。総帥、あ、そう、あとヒーローの声あったりね。うん、同説は多いと思うけどね。ありがたいっすよ。かなり。そんなあれんしな。うん、いや、俺の授業は、今はね、今はラジオ番組制作で、前は自己表現技法っていうのやってたんだけど、いろいろあるよ、そう。いろいろやるんだ。ありがとう。多分俺はガキオさんのトーク力に惹かれたんだろうな。ありがとうございます、本当に。そう言っていただけるだけで、感謝感激でございます。ね。あれ、皆さんと喋れて楽しいからね。だから、ガンダムの友達、俺7000人いると思って生きてるから。楽しいよ俺。今この時点で183人のガン友とお話ししてる感があって、僕はものすごい楽しいからね。あ、トライダー G7 ね。うん。おいら宇宙の何でもいいやつって。でいや、50人もいなかったよ、ウィングゼロさん。最初の頃、最初の頃30人とかだぜ、ウィングゼロさん。ニーヤオートマタとかやってたの覚えてる人、ハムさんとかは知ってるかな。ね。覚えてる人いる？だって最初のニーヤオートマタを後輩とやるっていう。あの頃なんか13人とかね。とかだったぜ。で、やってたよね。うん。嬉しいですね。ガン友ですよ、皆さん、本当に。あ、すいませんね。もう今来た方、いると思いますけど、もうダブルZ今から作るんだろうな、みたいな感じで今、見てる方いらっしゃると思うんですけど、終わりました。はい。もう終わりました。はい。すんげえ昔あんの。ニーヤオートマタを最初の方を配信でやるっていうね。あと、ミコちゃんっていうね、女の子の後輩がね、当時いて、今もいないんだけど、事務所にね。その子と一緒に、その時、あれ、ミコちゃんあの時、高校生か。学生だったんだよね。だから、あんまり遅くまでいられないよね、みたいな。配信やったことあるんだよな。それこそ、なんかみんなやってるゲーム実況のゲームを、そうそうそう。珍しい。このチャンネルに女子が出たっていうね。当時ね。はい。まあ、もし時間があれば、昔のね、配信とか、うわ、ガキをこんなやってたんだ、みたいな風に戻っていただければなと思います。みこちゃんも二十歳過ぎてんね。そうなのよ。
一応ね、あの年一でね、連絡を取ってるんです、定期的に。あの、その正月とかの。おう、みこっちゃん。そうだ、みこっちゃんはあれか、スベリンさん、面識あるもんね。あ、俺の黎明期の頃です。3時間突破しました。寝ましょう。はい。どうもありがとうございました。じゃあ、ね、よいしょ。じゃあ来週何やるか、あとまた、あの、お伝えしますね。うん。あの、決めてないです。はい。土曜日かどうかもわかんないです。土曜日だったら何喋るかわかんないです。あの、新情報がないから。もう制作生配信するんだったら多分日曜日になると思います。はい。以上です。ねっぺ。俺は疲れたドア。いやー、疲れたなぁ。ばあちゃんもありがとうございます、本当に。ねえ、ケンケンさんありがとうございました。アベマでスイスへ、いいっすね。いい、クラネ君、としまろさん、スベリンさん、ミッチーさんね。ギスさん、シーさん、前田さん、マサモンさん、イクスパズさん。あんまり特に予想してなんか外れたうんぬんってやっぱなるかもしれないんですけど、あの月曜日皆さん要チェックですからね。月曜日はそのアマゾンのその4月分のやつの予約が始まったり、朝プレ版が来かねない。月曜日って結構ねピンポイントでプレ版来そうな感じの時も、まあでも火曜日の時もあるし水曜日の時もあるんですけど、月曜日はマジであの何かあるかもしれないんでね、一応スタンバっておいてください。はい、明日はお休みですんで、私はゆっくりちまちまと、ゲルググのね、動画を作りたいなと思いますので、皆さん、ゆっくり休んでください。寝起きの水を、ひづきさん優しいの、本当に。じゃあ、ゆっくりと休んでください。今日もとっても楽しい一晩でございました。月曜日、エイプリルフルだから何が来るかわかんないね。あんまりネタに劣らされないようにね、皆さん、ね。じゃあ皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。太陽でした。おやすみなさい。